皆様、大変長らくお待たせいたしました。それでは、ただいまより戦略的パートナーシップシンポジウム、コロナ禍における国際競争力強化に向けた新たな戦略的パートナーシップを開始いたします。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、八木橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、はじめに本シンポジウムを主催いたします、東京大学から理事副学長林香織より開会のご挨拶を申し上げます。林先生、お願いいたします。はい、八木橋課長どうもありがとうございます。皆様こんにちは。東京大学理事副学長、国際担当の林香織でございます。戦略的パートナーシップシンポジウムの開催にあたりまして、主催者を代表して一言ご挨拶を申し上げます。本日はオンラインでの開催となりましたが、非常に多くの皆様をお迎えしまして、このようなシンポジウムを開催できることを大変嬉しく思っております。本日のシンポジウムですが、大学の国際化促進フォーラム事業にて採択されました国際競争力強化に向けた戦略的パートナーシップのネットワーク構築プロジェクトの一環として開催しております。日本の高等教育における国際化施策の一つとして、2014年から文部科学省にてスーパーグローバル大学創生支援事業 SGU のが進められております。このスーパーグローバル大学創生支援事業の下で、採択大学は各大学の構想の下、大学の国際対応力の強化、そして国際通用性の向上への取り組みを多様な形で進めてまいりました。東京大学も東京大学グローバルキャンパスモデルの構築を構想として立ち上げまして、その中核事業として戦略的パートナーシップ大学プロジェクトを位置づけ、これまで約8年間にわたって世界トップ大学との先端共同研究、国際セミナーや教育プログラムの実施などを進めてまいりました。東京大学の戦略的パートナーシップ大学プロジェクトにおける具体的な活動につきましては、この後の事例発表で渡辺先生より詳しくご紹介をいたします。本学では通常の大学間学術交流協定というものがありますが、それよりもさらに緊密で創造的な協力関係を結ぶ大学、海外の大学を戦略的パートナーと位置づけまして、最先端の共同研究とその上に展開される学生交流や職員交流を含めた総合的そして互恵的で特別な協力関係の構築を務めています。また戦略的パートナーシップ大学プロジェクトの推進にあたり、本学では各研究科や各研究分野で行われてきた研究交流を基盤とした教育交流を大学全体で束ねることでさらに効果的、そして総合的な活動を推進しまして、教育研究活動を国際的に展開することで、本学の国際的なプレゼンスの強化にもつなげてきました。スーパーグローバル大学創生支援事業、これは各大学の実績を横に展開していく、連携していくということで、文部科学省では昨年大学の国際化促進フォーラム事業を立ち上げられました。本学からも戦略的パートナーシップ大学プロジェクトのネットワーク構築を課題提案として、本学が幹事校となり、他にも戦略的パートナーシップ事業を行われている9つの大学と連携をしているところです。これまで各大学がそれぞれに推進してきた戦略的パートナーシップ事業について、どのような成果を上げ、グッドプラクティスはどんなものか、そして海外大学と戦略的パートナーシップを構築するまでにどのような課題を抱えてきたのか、各大学のいろいろな経験を他の大学にも共有していくことで、我が国の高等教育のさらなる国際化に貢献していきたいと考えています。今回のシンポジウムでは、2名の方による基調講演、そして6大学から戦略的パートナーシップの事例発表を行っていただきます。ご登壇の方々には大変ご多忙の中、シンポジウムへのご出席をいただきましたこと、心から御礼申し上げます。そして基調講演では、
文部科学省高等教育局主任士官学士学官国際戦略プロジェクトチームリーダーの岸本織恵様から、これまでの日本の大学の国際化政策の潮流、スーパーグローバル大学創生支援事業での取り組みや、今年度により開始されました大学の国際化促進フォーラム等についてお話をいただくことになっております。さらに京都大学の戦略的パートナーシップ校であるチューリヒ大学より副学長のクリスチャン・シュワーツネガー教授に、チューリヒ大学における戦略的パートナーシップや海外大学から見た日本の大学との戦略的パートナーシップについてご講演をいただきます。続いて各大学の事例発表においては、東京大学総長特任補佐の渡辺聡先生、京都大学副学長河野康之先生、大阪大学大林沙織先生、愛媛大学小林修先生、島上元子先生、そして早稲田大学国際担当理事源馬雅彦先生、創価大学ポール・ホーネス先生、6名の先生方に、各大学の戦略的パートナーシッププロジェクトの活動やコロナ禍での取り組みをご発表いただけるとのことで、誠にありがたく存じます。多彩なスピーカーをお迎えして、この会を進めていきます。とても楽しみにしております。本シンポジウムがこれまでの戦略的パートナーシップの成果を振り返る良い機会となって、そして日本の大学教育の国際化にさらに寄与していくことを心から願いまして、主催者からのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。林先生、ありがとうございました。それではこれより基調講演に移りたいと思います。まず、文部科学省高等教育局主任士学官国際戦略プロジェクトチームリーダー岸本織恵様よりご発表いただきます。それでは岸本主任士学官、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。文部科学省高等教育国際戦略プロジェクトチームリーダーの岸本と申します。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。今日は文部科学省におけるこれまでの大学の国際化政策の流れや、日本人学生の海外派遣、外国人留学生の受け入れ数の推移、それから最新の国際化政策の状況などを中心にご説明をさせていただきたいと思います。このスライドではこれまで文部科学省が行ってきた大学の国際化を促進する施策を一覧にしております。まず2009年度より開始した国際化拠点整備事業、通称グローバルサーティーでは、留学生受け入れの拠点となる質の高い大学として、コンペ方式により13大学を選定いたしました。2008年に策定されました留学生30万人計画の達成に資するように、英語による授業が実施できるような体制の構築ですとか、留学生受け入れに関する体制の整備のほか、我が国への留学等に関する情報発信を行う海外拠点の設置など、我が国を代表する国際化拠点としての総合的な体制整備を図る大学の取り組みを支援してまいりました。次に2011年からは、我が国にとって戦略的に重要な国、地域を対象としまして、単位の総合認定と質保証を伴う国際教育連携の取り組みを支援し、国際的通用性を備えた大学教育を実現するため、大学の世界展開力強化事業を実施しております。この事業は現在も継続中でありまして、後ほど詳細についてご説明をしたいと思います。さらに2012年度より開始したグローバル人材育成推進事業、通称 GGJ と言いますけれども、こちらの事業では、大学による海外留学促進の取り組みですとか、グローバル人材を育成するための組織的な教育体制の整備にかかる取り組みに対する支援を行うということで、42大学を選定いたしました。これは日本人の海外留学が当時減少傾向にあった中で、アウトバウンドの拡大を目指したものでございました。そして2014年からなんですけれども、10年の長期事業としてスーパーグローバル大学創生支援事業 SGU を開始しております。
我が国の高等教育の国際通用性と国際競争力のさらなる向上を図るため、海外の卓越した大学との連携、大学改革によって徹底した国際化を進める大学、トップ型が13大学、グローバル権威型が24大学になっておりますけれども、合わせまして37大学を選定し、支援をしてきております。このスライドでは、日本で学ぶ外国人留学生がどの地域からどのくらい来ているかということを表しております。コロナ前の2019年の資料になりますので、また今では少し人数など変わってきていると思いますけれども、当時は31万人と超える人数が留学生として日本にやってきておりました。世界各地から来ていることが分かるとお分かりいただけると思うんですけれども、そのうちの 90%、93.6% はアジアからの留学生となっております。具体的な国としましては、中国、ネパール、ベトナム、韓国、台湾といった国からの留学生が多くなっております。続きまして、1983年の留学生10万人計画立案後の外国人留学生の推移をグラフ化した資料となります。2003年に10万人計画が達成された後ですね、2008年に留学生30万人計画という2020年までを目標年としまして、留学生30万人を受け入れる計画を立てまして、推進してまいりました。一時期2011年東日本大震災直後においては一旦横ばいとなっていたんですけれども、その後着実に実績を重ねまして、2020年の目標年の1年前、2019年に31万人という受け入れ人数を達成しております。ここからは日本人学生の海外派遣の状況についてご説明をいたします。2018年度のデータになりますけれども、日本人学生の派遣地域を図で表したものになります。アジアを筆頭に北米、ヨーロッパ、オセアニアの順に派遣が多い地域となっております。続きまして、日本人学生の海外派遣数の経年変化を表したグラフになります。2013年の政府決定において、2020年までに12万人の海外派遣を目指すということを設定しております。これに沿いまして、コロナ前までは年々派遣人数が増加してきて、2018年には先ほどの図でも書いておりましたけれども、11万を超える人数が派遣されていたという状況になっておりました。次にこのスライドでは SGU の概要についてご説明をいたします。SGU は単なる学生の国際交流事業ではなくて、国際グローバルを横口として、連絡的な体制の整備や学内文化の変革に挑む体質改善事業となります。トップ型は世界ランキングのトップ100を目指す力を持つ大学として、東京大学を含む我が国のトップ大学13校が名を連ねています。もう一方のグローバル化権威型は24大学を選定し、これまでの多様な実績をもとにさらなる先導的な試みに挑戦し、我が国のグローバル化を牽引する大学と位置づけております。30を超える成果指標を設定しておりますけれども、事業開始前と比較しまして、外国語による授業科目数が約2倍、受け入れた外国人留学生につきましては約 1.5 倍に増加するなど着実な成果を上げていただいております。世界的な高等教育機関で、高等教育情報誌である THE にて、昨年 SGU のことが取り上げられました。現在の指標が導入された2016年以降、日本の大学については、外国籍留学生の割合、外国籍教員の割合、国際共同研究の指標がある国際性分野のスコアが大きく向上しておりますけれども、その理由として SGU の効果があるのではないかという分析になっております。特に在宅校だけではなくて、在宅校以外のスコアの平均が上昇しているということについても、この事業の波及効果ではないかという見方が示されております。THE は SGU の成果が示すように、明確な戦略の下で投資を行えば、日本は今後何年にもわたってトップレベルの地位を確保できるはずであるというコメントもしております。されております。これは SGU の成果が国際的にも認められているということのなのではないかというふうに考えております。
このスライドは2014年の事業開始以降、SGU 採択大学が新たに構築、または拡大した国際交流ネットワークや国際研究ネットワークのアライアンスを世界地図にプロットした資料になります。各大学の戦略に基づき進められてきた国際ネットワークですけれども、全体として見るとアジアだけではなく欧州や北米、中南米、アフリカ、オセアニアなど、全世界でネットワークが構築されてきているということがお分かりいただけるかと思います。続きまして SGU と並ぶ国際化事業である大学の世界展開力強化事業についてご説明をいたします。この事業では我が国にとって重要な国や地域を毎年指定し、質保証を伴った大学間連携や学生交流を戦略的に進めております。質の保証を伴ったプログラムにより日本人学生の海外派遣と外国人学生の受け入れを促進し、延べ数ですけれども、日本人学生の海外派遣は約1万8000人、外国人留学生の受け入れは1万6000人の実績となっております。これまでアジア、米国、ロシア、中南米、トルコ、欧州、アフリカを相手国として、地球規模での交流を展開してきました。来年度は3回目の対象となるインドのほか、新たに英国、オーストラリアを加えることといたしました。それらの参加国は我が国と基本的な価値観を共有する重要なパートナーであるだけではなく、国際競争力の土台となる研究力の高い国でもあります。これらの国と人的交流を通じて関係性を強化することは、戦略的な国際ネットワークやパートナーシップを構築する上でも極めて重要なことであると考えております。また展開力事業の中から2020年度に採択したアフリカとの交流事業を紹介いたします。このプロジェクトの特徴はタイプ A の大学のうちスタートアップ型といって、アフリカとの大学間交流を開始して間もない大学をタイプ B のプラットフォーム校である京都大学が支援する構造になっているという点にございます。また事業全体の推進のための情報交換会ですとか、外部有識者などで構成される運営委員会の開催、また本事業で構築したモデルケースの戦略的な発信などを行っております。さらにアフリカ諸国の大学関係機関団体とのネットワーキングも行うことで、選定大学だけではなく我が国の大学全体におけるアフリカ諸国との大学間交流が一層促進されるような取り組みも行っております。グローバルサーティの開始から12年が経過し、 SGU は事業開始8年目を終えようとしております。その間、各採択大学の構想のもと、国際対応力の強化や国際通用性の向上のための取り組みが多様な形で展開されてきました。 SGU の事業として残すところは2年、そして一昨年から新型コロナウイルス感染症の拡大により国際教育を取り巻く環境が大きく変化しております。その中で文部科学省としては、これまでの多様な実績を踏まえ、各大学の強みを伸ばし弱みを補い合える環境をより一層整え、オールジャパンでポストコロナを見据えた我が国高等教育のさらなる国際競争力の向上を図ることが不可欠と考えております。そこで昨年9月、 SGU 採択大学を中心に、世界展開力の採択大学、さらには希望する大学などの皆様にもご参画をいただき、我が国大学の国際化をオールジャパンで促進する大学の主体的な活動の場として、私ども文部科学省のなど関係機関とも連携しつつ、大学の国際化に関わる取り組みや研究の実施、共有、展開、それから情報の提供、共有などを行う 連携体である大学の国際化促進フォーラムの発足に至りました。このフォーラムですけれども、現時点ですでに120の大学教育関係団体などに会員としてご参画をいただいております。このフォーラムは SGU の事業終了後は自律的な運営組織に発展するということを予定しております。本フォーラムでは他大学の参画による横展開をベースとしたプロジェクトが19実施されておりまして、それを牽引する18の大学が幹事校となっております。現在、代表幹事校を東北大学、副代表幹事校を筑波大学、
事務局幹事校を立命館大学にそれぞれになっていただいているところです。ここでは我が国の大学国際化の取り組みの中で得られるリアルな情報や課題を共有、協議、発信していただくということ、文科省もオブザーバーとして参加させていただき、制度改正なども必要に応じて検討するということを想定しております。このフォーラムではプロジェクト全体をつなぐオールジャパンで結成する日本初のオンライン国際教育プラットフォーム、ジャパンバーチャルキャンパスのほか、リクルート、カリキュラム、キャリア教育などの多様な19のプロジェクトが活動の中心となっております。希望する大学等がこれらのプロジェクトに参画をし、またこのプロジェクト間においてもさらに有機的な連携を進めていただくことで、新たなグッドプラクティスを生み出し、我が国教育全体の強靭かつ多様な国際化を促進するということを目指しております。東京大学におかれましても、本日のシンポジウムとも密接に関連する国際競争力強化に向けた戦略的パートナーシップのネットワーク構築をテーマとして選定されております。戦略的パートナーシップは東京大学の国際化戦略の核心にあたる部分であり、全学的な参画がなされている点が高く評価されております。昨年行われたヒアリングを踏まえた有識者からのコメントも一部ご紹介したいと思います。例えば我が国のトップ大学が連携していることを認識し、着実に実施するとともに他の大学を排除することなく推進していただきたいというコメントですとか、本プロジェクトの積極的な成果発信を実施していただき、この際ホームページでの公表だけではなく、さまざまなメディアに露出できるような工夫をしていただきたいといったコメントがございました。続きまして、フォーラムの他のプロジェクトについてご紹介をさせていただきます。関西大学はコイル型教育実践を推進する拠点として、国内外のさまざまな大学ネットワークと連携し、コイルを活用した教授法の普及や教育モデルの開発を行っております。コイル、バーチャルエクスチェンジへの認知度、関心が急速に高まっているということを受け、これまでの国内外大学が既存で持つ科目ではなく、このプロジェクトに賛同し参画する複数大学が共同所有するプログラム、この下にあります SDGs in Business Diversity and Inclusion 21st Century Skills などを開発し、その基盤となるシラバスや教育素材、オンラインプラットフォームを関西大学が提供することとしております。また関西大学がこれまで行ってきたコイル教員向けのプロフェッショナルディベロップメント活動で得られた知見を生かし、教員向けの研修プログラムも行うこととしています。さらに科目受講者や研修修了者に対してはデジタルバッジが授与されるということから、在籍大学の基準に合致する場合は単位認定の根拠としても活用することが可能となっています。次に東洋大学の UMAP を基盤とするプロジェクトについてです。東洋大学では平成28年1月から5年間にわたり UMAP の国際事務局を担当したということで得られた知見と、 UMAP に加盟する22カ国地域640以上の高等教育機関とのネットワークを活用し、オンラインを中心とする共同教育を実施しています。まず UMAP 参加大学が有する質の高いオンライン科目を参加大学間で開放し、授業料は相互不徴収とすることで学生への幅広い受講機会を提供しています。今年度秋学期は日本を含む8カ国12大学から33科目が提供され、延べ64名が履修者となっています。また関西大学と連携し、コイルを活用した共同フィールドワーク、学生ワークショップを行うこととしています。今年度は SDGs に関連するテーマを設定し、事前学習により理解を深め、高度なディスカッションに対応し得る能力を高めるため、滋賀県の琵琶湖周辺で環境問題に関わるフィールドワークを実施します。また海外からバーチャルで参加する学生とも共同学習を行う予定です。さらに SDGs を主要テーマとするオンライン模擬国連を実施して、UMAP 参加大学の学生とともに複数の委員会学生主体の議論の場を提供することとしています。ジャパンバーチャルキャンパスについてのスライドとなります。国際的な教育のオンライン化に対応した我が国の大学の国際競争力強化を目指し、外国語による授業から日本語教育、
日本の強みを発信する授業などまで多様な授業を集積し、無料のまたは有料の講座、履修証明科目だけではなく単位認定科目など多様なスキームを包含するものとなります。海外に向けては日本の強みと魅力ある教育を提供しつつ、優れた教育リソースを大学間で共有し、我が国大学全体の国際的な価値や経営強化などに貢献することを目指しています。 JB キャンパスは2つのボックスから構成され、国内外の希望する大学機関が参加可能となっています。右側の個別機関ボックスは各大学の戦略に応じて独自に運営いただけるボックスとなっています。ここから優勝無償単位のありなしの事業から大学のブランド形成に役立つ様々なコンテンツを配信いただけることになっています。それから JV キャンパスのプラットフォーム環境の提供を受けることで、受講管理、コンテンツ提供の管理、課金管理などオンライン教育に必要な機能を利用することができます。またすでに独自でオンライン教育プラットフォームを持つ大学が複数ございますけれども、そういった大学においてもポータルサイトとしてこの JV キャンパスを活用いただくことで、新たな利用者の獲得に向けたアクセシビリティの向上にも寄与するということを期待しております。左側が戦略的パッケージボックスになります。これは JV キャンパスの事業側が各大学とユーザーに対して、複数の国内外の大学から構成される科目群を提供する仕組みとなっています。ここではニーズに沿ったオンライン教育科目を事業側が国内外の大学等と協力して提供する予定となっています。例えば留学生が来日する前に日本語科目の受講を促したいけれども、自大学にはオンラインでの受講可能なコンテンツがないという場合や、自大学では英語で開講していない科目や分野、一般教養、語学系の科目を補完したいという場合、また数理データサイエンスや AI などの関連科目が欲しいという場合などに活用することができるのではないかと考えております。また海外からのニーズとしましては、大学間の垣根を越えた先端分野での教育パッケージや日本の伝統文化、サブカルチャー、クールジャパンに関係するようなものなど、アカデミックな分野と掛け合わせるようなコンテンツのパッケージを提供することなどにより、日本の魅力をによる学習意欲を引き出す戦略につながるのではないかというふうにも考えております。こちらのスライドですけれども、この JV キャンパスを活用した留学生応援特別ボックスに関するものになります。オミクロン株の影響によりまして、日本へ留学を待ち望みながら、海外で待機をしていただいている留学生の方々に対する学習機会の確保のため、全国の大学にご協力をいただきまして、この JV キャンパスを活用した留学生応援特別ボックスを用意いたしました。東京大学の方からもコンテンツをご提供いただいております。誠にありがとうございました。このコンテンツとしては、日本の文化、生活等の紹介、それから授業、模擬授業、例えば日本語教育を含んだもの、それから学生同士のコミュニケーションツール、日本の学生からの応援メッセージ、こういったものに整理をいたしまして、これを無償で提供いただける各大学のウェブサイトにリンクをする形での提供となっております。現在61の大学機関から協力の表明をいただいておりまして、公開コンテンツ数も319に増えております。今後、留学生の入国再開が本格化するまでの間、ウェブ学習などにもご活用いただくということを期待しております。最後に高等教育のグローバル戦略の再構築について検討状況を少しご紹介をしたいと思います。政府の方針のもと、今年度末までをめどに、新たな日常における高等教育のグローバル戦略を再構築するための一定の結論を出すということになっております。現在検討中ですけれども、その大きな方向性としましては、遠隔オンライン教育の進展による、その国際交流の進展というものも踏まえまして、質の高い国際流動性の実現、それから留学生数、受け入れをする留学生数を重視する戦略から、受け入れの質の向上、またはその派遣、受け入れと派遣両方の質の向上、といったことを目指しております。
その質の例としまして、質の向上の例としましては、日本社会への留学生の定着度の向上ですとか、親日派、知日派としての外国人留学生のネットワークの強化なども、検討の対象として、現在、検討を進めているところでございます。今後、一定の時期に、なるべく早くですね、今後のポストコロナにおけるグローバル戦略についてお知らせをしたいというふうに思っておりますので、引き続き、状況を注視していただければというふうに考えております。私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。はい。文部科学省岸本主任資料館、ご講演ありがとうございました。基調講演に関する質疑応答ですが、海外ゲストの基調講演が終わりました後に時間を取りする予定にしております。ご質問のございます方は、画面下に表示されております Q&A からご質問を寄せください。それでは続きまして、チューリッヒ大学副学長、クリスチャン・シュワイツネッカー教授より発表をお願いいたします。シュワイツネッカー先生、ご準備よろしければ、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、歓迎申し上げたいと思います。このようにご親切にご招待いただいたことを大変感謝しております。どのように大学間で戦略的なパートナーシップを構築するかと題した発表であります。この一面でありますけれども、日本の研究ネットワークで10の最も重要な国々との間のネットワークであります。これが太い線で描かれております。日本とアメリカ、それから英国、ドイツ、かなり強いつながりが見られます。それだけではなく、私の出身でありますスイスとも強いつながりを持っているのが表されております。それでは今日の話の組み立てをご覧に入れております。まず、なぜ国際化が重要なのかということを一応念のためにお話申し上げます。そしていくつかの事例をお見せしたいと思います。どのように大学レベルで国際化を進めていくのか。そして例として京都大学と我が大学の間の戦略的パートナーシップ、一つの具体例として挙げたいと思います。そして最後に新しい取り組みが今ヨーロッパで進められておりますが、それをご紹介したいと思います。欧州大学ネットワークが今構築されつつありまして、これから10年非常に重要な意味を持つでしょう。それでは最初のトピックであります。なぜ国際化がこれほど重要と思われるのか。で、オン大学も研究を進めていらっしゃるかと思います。いろいろな調査も行っているかと思います。研究、それからイノベーションはやはり経済の原動力となっております。現代社会においては大学府も世界で競争していかなければなりません。我々の教員の半分は海外の方々であります。博士号を持った人々の高い比率、これは海外の研究者ということになります。ですから学生も含めてますます国際化が大学では進んでおります。なぜそうなのか。国際化派によってやはり多様性が出てくる、新鮮なアイディア、着想が出てくる、新しい技術、新しい研究方法もすぐ学ぶことができる、お互い同士学び合うことができるということです。次のスライドでお見せしたいと思うんですけれども、これは繁栄する活力ある経済の基本であるということです。今我々が住んでいる社会、やはり地球がますます危険にさらされている、新しいエネルギーを必要としている、やはりグローバルな答え、グローバルな協力が欠かせないということでしょう。ですからこそ最近、ここ20年持ってみますと、全ての先進国経済では研究者の論文発表や出版物もますます国際化してきている、国内での発表よりも海外での発表が増えてきているということです。で、右の図を見てください。これは協調者、少なくとも一人の外国人が参加しているということであります。これはネイチャーインデックスを元にしております。これは自然科学、やはり技術ですとか医学の論文であります。英国府では、やはり国内での発表よりも海外での発表が増えているということであります。スイスのも同じ傾向ですし、他の多くの国々も同じ傾向が見られます。それと比較して日本ですけれども、
日本の研究市場の大きさということもありますが、やはり絶対数が違うということがあります。それからアメリカにおいても国内での発表が支配的であります。やはりアメリカは規模が大きいということがありますので、これはやはりしっかりとした研究開発が社会に何をもたらしてくれるか、それを表しております。X 軸ですけれども、一人当たりの購買力平価を表しております。ということで、国々の間でもイノベーションの比率が高い国々は一人当たりの購買力も高いということです。国の富はイノベーションが増えるにおいて増えるにつれて富も増すということであります。ですからこそイノベーションが社会経済産業界にとっても原動力である。そして民間の研究機関、これもこういったことも欠かせないということです。我々も分析を行ってみました。戦略的パートナーシップを組むにあたって、で、日本は世界の3番目の経済国でありますけれども、まだまだ研究の質の高さでは高いレベルになるということです。やはり他の国々、例えば中国増えてきているということで、そういう意味でのランキング日本は落ちてきておりますけれども、だいたい 5% ぐらいでしょうか。で、安定しているということです。日本について言うならば、日本の研究経済は非常に自律的である、持続可能である、質が非常に高いということをお分かりいただけるかと思います。ここでご覧に入れているのは、国内とそして海外とを表しております。自然科学で、このネイチャーインデックスをベースにしております。いくつかのジャーナルで質の高い研究論文が載っているものであります。で、急上昇しております。この海外国際の部分で、協調者の出身がどこか、米国が非常に重要である、中国も増えてきている、ドイツそしてスイスはだいたい同じくらいの水準であります。いくつかの出版物や論文では重要と言えるかと思います。やはり重要なパートナーとして日本の研究者研究機関に考えていただけるのではないでしょうか。それでは次は国際化のステージということを見てみたいと思います。歴史については皆様よくご存知だと思います。研究者は定義によってもちろん国際的であります。情報をどこからでも得たい、獲得したいと思っているわけです。ですからボトムアップの意欲、動機づけがあるということです。国際化をしたいと。同時に強い傾向、これは個別の選択、あるいは協力が研究情報とか教員とかその他の単位でもなかなか協力関係が見られないというのがネックになっております。次のステージですけれども、外国の大学府と協力のための協定、取り決めを結ぼうということ、これが従来のやり方であります。ところがこの15年20年ですけれども、新たな進展が出てきました。例えばダブルディグリーのプログラムとか、共同のサマースクールを開催するとか、客員教授のプログラムとか、これがやはりそれぞれの交流やコンタクトを強化してきている。そして次が戦略的パートナーシップの構築ということで、後ほどいくつかの特色をご紹介したいと思います。そしてさらにここも非常に私の目から見て重要と思うのが、非常にやはり大学のネットワークに参加するということが大事だと、チューリヒ大学でありますけれども、このレルというヨーロッパ26のメンバー大学がありますけれども、この欧州研究大学連盟であります。それからさらに優良事例の交換を行う、例えばオープンサイエンスとか教育指導、特定の分野、例えば IT 大学レベルでいろいろな交流プログラムがこのネットワークで見られております。それからユニベルシタス21、これは早稲田大学がメンバーとなっております。これも国際的な大学のネットワークでありまして、高いレベルのサマースクールを共同で行っております。で、非常に認知度が高い、国際化も進んでいる連合体であります。6番目のレベル、さらに掘り下げて協力連携をする、例えば共同キャンパスを持つとか、そして大学の中にいわゆる提携アライアンスを組み込むと、最近ヨーロッパでも見られることですけれども、チューリッヒ大学、この2週間ぐらい
ウナヨーロッパのネットワークのメンバーとなりました。これはやはり研究の成果でも最善の成果をヨーロッパのネットワークの中でも出しているということで知られているグループであります。ではどのようにこれを始めるのか。まず国際化を始めるにあたってビッグバンで始めなければならないということがあります。多くの変数、多くのやはり尺度、措置を同時に進めるということが必要であります。でないとなかなか前に進まないということがあります。チューリッヒ大学、これは研究の成果は常に優秀であると言われていましたけれども、ちょっと眠れる美情報であったと思います。で、やはり隣に素晴らしい国々があったのに、私が国際担当の副学長となって国際戦略を立てました。そして100万ドルを毎年投資いたしました。これはもうほんの少額でありますけれども、全体の予算から見るならば、ただ目に見える措置が入っておりました。国際化を進めるにあたって、でここに列挙したのは、この国際化戦略のいくつかの要素で全てを読み上げることは避けたいと思うんですけれども、例えばインバウンドの留学生ですとか、研究者が増えているとか、あるいは協力を強化する外部の世界と、ですから戦略的な提携とか戦略的なパートナーシップを進めている。そして重要なのはやはり国内において国際化を進める、大学の中で国際化を進める、例えばバイリンガルのホームページを立ち上げる、2つの言語で少なくともホームページを提供するですとか、やはりこの科目についても英語の科目を増やすとか、外国の科目を増やすとか、国際化を教員の中にもきちっと組み込む、そして理事会の方にフィードバックをする、国際関係オフィスに対してもきちっと情報を提供し戻すということです。そしてさらに認知度を高めるのは、特に大使館、海外のあなたの国の大使館と連携をする、そしてワークショップを共催する、で大学が最高の研究の成果を海外で見せていく、これも国際化戦略の重要な部分をなすということであります。こういったことによって新しい戦略で、チューリッヒ大学グローバル戦略2030というのがその次に策定されました。でウナヨーロッパのメンバーとなる、加入するための申請も行いました。そして国際化のための投資予算もこれだけ増えてきているということです。でもちろんすでにどういう課題問題があるのか、また反対意見というのも出てくるでしょう。日本とスイスはどちらも英語国ではありませんということで、言葉の壁が大学にとってもあるということです。いろいろな学部部門でもなかなか変革をしたくないと、英語での授業はやりたくない、ドイツ語、フランス語、イタリア語というのがスイスの場合には伝統の言語となっております。これはしっかりした理由もあるわけですが、ですから大学でもこういった言語で教えているということがあります。ということでコースプログラムで、留学生にも魅力あるコースプログラム作らなければならない。で研究者が複数の言語に流暢な人も雇っていかなければならない。でないと国際化を安定的に進められないということがあります。先ほどホームページの話をしました。バイリンガルのホームページというのは翻訳も必要ですし、かなりコストが高くなります。そして整合性、一貫性を持たせなければならない、きちっとその点を確認しなければなりません。それから適切なバランス、地元法とのコネクションと国際志向とのバランスを取らなければなりません。研究者や教授ですけれども、デンマークのデータ、アメリカのデータ、南米のデータなどを使う、それからそうすると国内の政治家ですとか、あるいは国民がそんなことしていいのかと疑問を呈するということもあります。ですから適切なバランスを取る必要があります。地元の社会と地元の経済と国際志向の間のしっかりとした良いバランスを見出すことが必要であります。それから時には環境面でいろいろ問題が出てくることがあります。生活費が高い、特にスイス、チューリッヒ、住宅費も高いということで、
大学レベルでもやはり国際化を進める上でこういうことにも配慮していかなければなりません。もう一つ重要なポイント法ですけれども、日本のさまざまな資金の出し手の機関ともいろいろ協力をしているんですけれども、二国間あるいは三カ国間あるいは多国間派の金融機関ですとか資金の出し手との協力も必要であります。非常に有望な研究を大学レベルで国際化によって呼び込むことができます。やはり資金の出し手となる機関や金融機関とも良い協力関係を築いておく必要があります。もちろんいろいろ限界があります。例えば優先順位付けも必要であります。どことパートナーを組むのかをしっかり分析しなければなりません。それでではどういうメリットがあるのか、チューリッヒ大学とした戦略的パートナーシップ、これはベルリン、ジュネーブ、そして京都大学とも持っております。それからオーストラリアのクイーンズランド大学とも持っております。非常に我々満足しています。一つパートナーシップ失敗したものであまり言いたくないものがあるんですが、それはストップさせました。それ以外は非常にプラスの進展が見られます。ただ長期長い目で見た投資であります。短期間で物事を決めてはいかないということです。で、学府はもっともっと魅力ある場所になりましたし、また真の意味での国際化の精神が育ってきていると言えるでありましょう。チューリッヒ大学の中でも、また共同研究も強化もできました。共同法の論文の発表ですとか出版もできております。後ほどいろいろ事例をお見せしたいと思います。それからほんの少しの投資によって第三者の資金を国際協力を通じて獲得することができております。またいつかの例ではパートナーシップがいろいろドアを開けてくれる重要なさまざまな機関、例えばサイエンス科学の外交という意味ではジュネーブは非常に重要であります。ジュネーブ大学が助けてくれています。ベルリン大学とのパートナーシップ、これは EU のレベルで非常に助けとなっています。それからさらにパートナーシップを通じていろいろロビー活動もできるということです。国への科学政策あるいは教育イノベーションなどの政策に影響力を行使することができるということがあります。これがいくつかの事例であります。それで具体的な例を挙げましょう。ここでご紹介しているのは純粋なデータベースからの数字です。ここでご覧いただいているのは京都大学そしてジュリー大学との共同論文発表のもたらしたインパクトについて示したものです。通常京都大学の場合は国際的な基準と比べて京都のインパクトはすでに 1.3 倍高かったんです。ところがチューリッヒ大学との連携でさらに引用件数は国際的な平均と比べても 16.4 倍引用件数が増えたということが分かりました。同じことがビューでも見ることができます。例えば京都チームが発表した論文のビュー、アクセス数は単独、例えばチューリッヒ大学が単独でやる場合と比べても非常に高いということが分かります。またクイーンズランド大学とも同じようなインパクトがありました。共同論文の方がより可視化が強い、そしてインパクトが高いということが分かります。これはまさに私どもの仮説を確認することができました。戦略的なパートナーシップは研究の質を高めるというこの仮説をさらに確認することができました。それでは具体的にどうやってアプローチしたんでしょうか。パートナーをどうやって選んだのか、そのアプローチについてご紹介したいと思います。まず地域から始めました。まずベルリンの例に挙げてみましょう。ベルリンの場合は統計的なことから分かっていたんですが、最も共同論文が多いということが分かっておりました。ベルリンの大学との共同論文がもともと高いところが分かりました。すでにボトムアップの関係がすでに良好であったわけです。そこでハンブルク大学そして社員で3つの戦略的なパートナーシップ典型をベルリンの関係者と結ぶことができました。ここで数が増えた。さらにその研究の質も共同でやることで高めることができました。非常にうまくいっております。シードファンディングも非常に注目を集めております。毎年ベルリンに年に2回行っていろんなイベントをやっているところです。非常にうまくいった成功した例であると思います。さて2つ目の段々をご覧いただきました。どういった措置を取ったのか、
戦略的なパートナーシップで行うと具体的なことを示しております。まず投資を行いました。これ後ほどお読みいただければと思います。共同教授プロジェクトも行っております。また共同のシードファンディングももう少し小規模でやっております。また大規模なパッケージでも共同のシードファンディングを行っております。ただ戦略的なパートナーシップは投資を必要としております。リーダーシップ指導層がちゃんと時間を投資しなければならない。したがって学長も私も相当程度いろいろと主張を行いました。さまざまなミーティングに参加いたしました。そしてさまざまなその可視化のプロジェクトに関わってきました。また定期的な形で関与しなければなりません。パートナー機関の経営にかかる必要があるわけです。学長の面談も必要です。また定期的な形で国際関係オフィスとの交流、これも必須不可欠だと思い、必要不可欠となります。成功するためには。またこのコラボレーションは、共同はリサーチだけに限定するべきではありません。例えば統治、そしてお互いに機関のガバナンスを学ぶということができるかと思います。さて一つ例を挙げたいと思います。実は様々な職員のアンケートを行いました。将来の戦略的なパートナーシップの方向性についてアンケートを行いました。次の球団をどこにしたいかということを聞いたんです。非常に驚いたんですが、面白いことに彼らはアメリカでの拠点ではなく、オックスフォード、ケンブリッジ、イギリスの拠点を求めておりました。なぜならば、先ほどご紹介したようにスイスとイギリスの間の交流を2番目に強い状況にあるからです。世界的に見ても。さてスイスと日本との間の現役パートナーシップのポテンシャルが非常に高いということをここでお示ししております。何点かだけお示しするにとどめます。大学の制度が2回やっております。アビリック的な私立大学の大きなエンダーメントがあるような状況と違うわけですね。公的資金に対する依存度が高いという共通性があります。またすでにボトムアップ研究の強度がすでに存在しているということがあります。また研究分野が相当程度重複しております。医学、工学、薬学、ここが追出の強みです。それと同時に、例えばモビリティだとか、その健康長寿化ということでも研究を行っております。日本の研究団学との非常に大きな重複があるということが分かるかと思います。また非常に環境も優れております。これは様々な統計でも裏付けされております。例えば研究の環境が非常にいいと、例えばイノベーション、そして研究集約型の企業の数が多いということもポイントであります。また両国長期的に見ても政治が安定しているということ、これやはり長期的な観光にとって関係にとってプラスになると思っております。ここは2014年以降の中比大学のさまざまな取り組みを示しております。中核となりますの京都大学とのパートナーシップ、これが中核となっております。これは医学中心となっています。例えば科学もしかりです。そして次に法、そしてその社会学なども行っているところです。それと同時に東京大学にもアウトリーチしております。また国立情報学研究所、そして国立環境研究所にもお声掛けしております。リモートセンシングが非常に重要なテーマとなっているところです。さて研究分野が左に示されております。右側をご覧いただきますと、定期的に私どもは日本の大使の方を、スイスにおられる日本の大使をチューリヒ大学にご招待しております。写真に写っておられます。また定期的なコンタクトを日本の大使館とも行っております。そして今度はスイスの領事館が大阪に開設されました。これ大変重要な意味を持っていると思っております。So、the selection criteria... さて選抜の基準をすでにご紹介いたしました。一方ではボトムアップ型があります。しっかりとしたリンクがないとダメです。そうでないとうまくいきません。トップダウンだけでうまくいかないわけです。ただトップダウンが加われば、さらにコラボレーション共同の質量双方ともに強化することができます。今までの経験から言っても、私どもの仮説は正しかったということを裏付けられております。ベルリン、クイーンズランド、ジュネーブ、本当にうまく関係を構築することができた。ぜひ次の段階に引き上げたいと思っております。さてここでは京都大学との関係をこうお示ししております。いろんな準備が必要でございました。例えばシンポジアム、ワークショップなども展開してきました。ちなみに副学長がわざわざ京都まで追加してくれました。そこで本当に非常に深い形で医学だとか科学分野で私どもの関心が重複しているところを研究することができました。おかげさまでこの両大学、素晴らしいワークショップを行うことができました。
2019年に日本の学者がチューリヒを訪問されました。そこからいるとスタートいたしました。そしてさらにこの関係を強化されたという状況であるわけです。さて今後何を目指すかということなんですけれども、今後はぜひこの共同の数を増やしたいと思っております。具体的にこのコロナ禍をどうやって克服するか、そのために近代的技術を活用しなければなりません。しかしやはり国際化のためには頑張らなければならない。そのためにコンタクトが必要だということです。さらにできればもっとリサーチラブインレジデンス的な構想を進めたいと思っております。これ民田党学長が示した提案であります。これはすでに京都のステムセル幹細胞研究所で、また再生医療の分野でも行われている分野、試みです。さらにこれを進めたいと考えているところです。それでは最後に将来について少し触れたいと思っております。申し上げましたと、私はユナヨーロッパの一環となりました。で、ね、今度は欧州大学的なものが出てくるでありましょう。このアライアンスは通常は8から10の大学が参加するものです。であらゆるレベルでの連携が行われます。教育レベルでもしかり、研究レベルでもしかりです。最終的にはもしかしたら共同キャンパスになるかもしれません。また場合によっては実際に教育の内容を共同で開発するようなことになるかもしれません。そして学生たちはサムスのキャンパスを移動するかもしれません。そうすることで多様性が高まる。そして今度実際にその教育のインパクトも高まる。研究も同じことであります。学際的な色彩がさらに強化されることでありましょう。ただ実務的にまだまだ大変だと考えております。で数字をご紹介いたしましょう。まず41のアライアンスで計画が行われております。最終的には60くらいのアライアンスを想定しているところです。向こう数年間でということになります。その中によって日本も重要な役割を果たしてありましょう。このネットワークの中にご参加いただけると期待しているところです。ではプレゼンテーションをここで終えたいと思っております。ご招待いただいて感謝申し上げます。ご招待いただいて感謝申し上げます。では以上です。フランスネッカー先生ありがとうございました。それではここで質疑応答に進みたいと思います。ご質問のある方は、Q&A の、ですね、のところから、ご質問入れていただけましたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。では皆様からのご質問が、お待ちする間、私の方からシュワルツェネッカー先生に一つお伺いできればというふうに思っております。ですね、チューリヒ大学は、さまざまな国と、パートナーとですね、戦略的パートナーシップを行っておられるということなんですけれども、特に日本と行うときのですね、例えば研究上のメリットとか、あとは、逆に課題などはですね、あったりしますでしょうか。それではまずこう申し上げたいと思います。まず戦略的なパートナーシップを日本の大学と構築をするのは少し時間が長くかかります。なぜならばどこでやはりお互いの利害のマッチングがあるかを見つけ出していかなければなりません。それからこの留学生の交換、学生交流でもある程度限定的になります。ただ大きなポテンシャルはあるのではないかと思っております。とりわけ医学ですとか科学、経済学、社会科学についてはボトムアップのコンタクトがすでに見られますので、ただどういうところが難しいのかということですが、パンデミックの前にちょっと試していたんですが、資金の出して機関、例えば AMEDなどにアプローチをしました。これ医学の分野で資金を供与してくださいますので、助成なども行ってくださっておりますので、二国間のこういうファンディングスキーム、日本とスイスの間で設けられないか、まず協力をシードマネーで始めるわけです。最初の1年、あるいは2回のワークショップは賄えるんですけれども、でチームがいろいろアイデア派をまとめていくとさらに資金が必要になってきます。でこれはあまり複雑にならないように、これまでのところはまだやはり両者それぞれ別々の資金機関にアプローチしなければならなかったということがあります。やはり良い結果を出すためにはそれなかなか厄介で複雑であります。ですから10月にまた日本に帰ってきますけれども、学長と私 STS フォーラム、京都での STS フォーラムに参加します。で JST ですとか AMED にまたアプローチをさせていただきますので、
二国間ベースの何か資金スキームを作っていただければ、その方がやりやすくなりますので、例えばリード機関が選ばれて、一つの大学、一つの機関がレビューをするという形になりますので、ですからそういう意味でファンディングがやはり重要な課題の一つになります。二つ目ですけれども、時に例えば二酸化炭素の排出を削減しなければならないといった場合、日本とどのように効率的につながるのかということです。これも非常に大事な点であります。で、その間、まあ、バーチャル、オンラインのワークショップを開催しておくとか、ですから適切なミックスというのが正しい答えになるんでしょう。チュアルセイカ先生、またいくつか届いておりますので、お伺いしたく思います。ですね、チューリヒ大学の、今コロナ禍ですけれども、チューリヒ大学でコロナ禍における、戦略的パートナーシップの新たな見通しのようなものがあればぜひ教えていただければと思うんですけれども、いかがでございましょうか。そうですね、確かにコロナのおかげでコンタクトのペースをちょっと減速いたしました。また昨年共同研究やりたかったんですが、実はサイエンスフェアでベルリンに行きたかったんです。昨年のことですが、20のイベントが予定されていたんです。またそれと同時、私ども東京のオリンピックに参加するつもりだったんです。スイスはスイスハウスを通常オリンピックの会場で設けるんですね。で、5つのプロジェクト、そのオリンピックハウスでご紹介したかったんです。京都大学との共同研究の発表したかったんですね。その時山中先生とホルケン先生の共同プロジェクトをご紹介したかったんです。これ再生医療、そうやって幹細胞の発表を東京でやりたかったんです。ところが結局それ実現できませんでした。そこで皆さんと同じで、まあ、最善を尽くすしかなかったんですね。研究者の共同研究はオンラインでもうまくいくことができました。データの交流もできました、共有もできました、ミーティングもオンラインでやることができたんです。ただというものの、活動の幅どうしてもちょっと減ってしまった、そして目に見えない形での活動になってしまったわけですね。別の形で会話を継続してきました。例えば東京大学との交渉が中断せずれなかったんです。結局今個別に取り組みをすることになってしまいました。その件に関してですけれども、またそれ以外にも、例えば若い研究者の交流、これもやはり影響を受けたんですね。これ戦略的パートナーシップで重要な要素ですが、これもやはりどうしてもちょっと度合いが減ってしまったわけです。そうなりますと、とにかくコンタクトの数をこれからも増やしたいと考えております。つまりクイーンズランド大学とも同じ状況です。クイーンズランド大学の方でも本当に頑張ってアウトリーチをしているんですね。オーストラリアも地理的に見てかなり遠いところにありますので、そこでも同じようなことが言えます。ですから確かにそういった意味で、そういった判ではあったと思います。続きまして、文部科学省さんにご質問させていただけましたらというふうに思っております。今年度からスタートいたしました大学の国際化促進フォーラムなんですけれども、先ほどご紹介いただいた通りですね、たくさんのプロジェクトを採択いただいております。そのうちのほとんどが学生交流 のプロジェクトかと思うんですけれども、東京大学から申請したですね、私どものような戦略的パートナーシップのプロジェクトに対しては、文部科学省さんからの視点から見てどのような期待感があるかというのを教えていただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。大学の国際化促進フォーラムへの期待ということでよろしかったでしょうか。そうですね、特に私どものような学生交流のプロジェクトそのものではなくて、戦略的パートナーシップのプロジェクトを採択いただいていると、そういったようなことの期待感というのはどのようなものになりますでしょうか。そうですね、先ほど の声の中でも触れさせていただいたかと思いますけれども、やはり、コロナ禍を経てですね、その中にいる中で、その日本のステータスをどういうふうに上げていくのかということで言えば、我々の国の事業としては、長らくしてきたものをいかに、うまく活用していくのかということについて、国の、事業ということですね、それも大きなミッションとしてお願いはしてきておるんですが、なかなかこう一大学に、そのミッションをお願いしたときに展開しにくいということで、このフォーラムを立てさせていただいたところですね、この戦略的パートナーシップもそうですけれども、かなりこの19のプロジェクトが今積極的に動いていただいてて、さまざまな新たな補助事業の方にも反映してきていると思った、そういう実感を持っています。ですので、まさに今日の会議もそうなようにですね、なるだけ広くこういったこと
ことをこう閉じるというようがです、今まであまりこう耳を傾けなかったような大学にもぜひ何かのこうきっかけヒントとなるような形で、まずは大きく展開をしてほしいと、そういう意味での期待を持っておりますし、先ほどご講演いただいたような形でやはりこう研究というものを高めていくことがいかにその大学にとって大事なのかということを改めてこう実感をするという機会もより、こういった場もそうですけれども、さまざまな形で提供していただきたいと、広くやはりこう日本の大学という高等教育機関に発信していただきたいという期待がまずはあります。ありがとうございます。頑張りたいと思います。またですね、シュワルツェネッカー先生の方にまたご質問させていただきたいと思います。質問ボックスに入っている質問になります。ヨーロッパのですね、大学連合の実現に向けて困難な点は何でしょうかというご質問を頂戴しております。いかがでございましょうか。 Yes, in a...はい、わかりました。まずスイスはまずそもそもその一部ではなかったんですね。私ども EU の一部ではなかったんで、スイスは最初から参加していなかったんです。ですからスイスの大学は排除されておりました。今年だって初めて参加が認められたんですね。ですからすでに欧州大学ネットワークはすでに確立されているんですね。ただ連邦政府、スイスの連邦政府、そして科学財団の資金の支援を得てやっと申請することができた。初めて第1号の大学と、第1号として2月参加することができました。ウーナイヨーロッパの合意を取り付けることができたんです。ベルリンのフライ大学が戦略的なパートナーということで本当に後押ししてくれました。またそれ以外の大学、例えばボローニャ大学ですとか、コンプレテンセ大学のまたソルボンヌ大学のご協力いただきまして、本当に素晴らしいネットワークでぜひ参加したいと思ったんですね。でここで重要なポイントがあります。さっき数字をご紹介いたしました。まず投資が必要だということです。投資しなければならないんです。そのために欧州大学ネットワークとしては、まず共同教授、共同教育のフォーマットに投資をしなければならない。場合によってはスイスにない施設に投資をする必要があるかもしれません。今までやったことがない取り組みなんです。それはそういった意味で本当にコミットが必要だということですね。もっと集約的な、もっとその強化された協力に対するコミットです。このアライアンスは例えばその国際航空会社のアライアンスと同じなんです。最初個別に飛んでいたところがお互いにアライアンスを組むようになったわけですね。航空会社もそしてその共同運航を始めたわけです。これをお客様獲得戦略の一環でありましょう。多分同じことが大学の世界でも起きているんじゃないでしょうか。ヨーロッパは特にそうだと思っております。そうしっかりとしたパートナー、今度は日本の大学にとってもしっかりとしたパートナーになれると自負しています。では次の質問、ボックスにたくさんいただいております。ありがとうございます。シュワルツェネッカー先生のご質問になります。ただいまウクライナへの侵攻というのが行われております。非常に我々国際の関係者は心を痛めているわけなんですけれども、ヨーロッパのですね、大学は、人道支援というのはどのようなものを考えなんでしょうか。もちろんこういった危機だけではなくて、いわゆる自然災害の時もそうかと思うんですけれども、どういったような支援を考えになるのでしょうか。ヨーロッパのレベル、それからネットワークを通じて我々は難民のための準備を行っております。例えば危機にある研究者派ですとか教授派ですとか、それから学生のために特別の予算を立てて助けようとしています。我々は難民派かウクライナ派から入ってきている、あちこちに配分されていくわけですけれども、我々も何人か受けるということです。今ロシアとのパートナーシップはないんですけれども、だからといってロシアの研究者にペナルティをかける、スイスに在住の研究者に罰則をかけるということはしておりません。そういう意味では中立的に動いております。ただベストを尽くしてウクライナを助けようとしています。スイスはあらゆる形の欧州委員会が決定した制裁についてきちっと遵守をしております。例えば大学でも情報の説明会、
ですから制裁がどういう帰結をもたらすのか、例えば銀行にかけられる制裁ですとか、やはり金融仲介機関、ロシアのオリガルヒと関わっているところは切らなければならないとか、社会に向けて情報発信をしていこうということです。難民のための情報提供支援も行いますし、あるいはさまざまな形での支援を行いたいと思っております。ただ我々も皆さんと同じように非常にショックを受けています。現代においてこんなように容易に戦争になると思ってもいませんでした。時間になりましたので最後の質問をさせていただきたいと思います。これも菅内閣先生にということでいただいております。現在のウクライナ情勢で大学の戦略的パートナーシップに影響が出ますでしょうか。もしくは何か新しい動きがあれば教えてくださいということですが、いかがでございましょうか。そうですね、特に影響はないと思っております。私も戦略に影響がございません。というのは私もロシアとの関係は非常に低い水準にありますので、例えばプロジェクトがなかった、ロシアとのパートナーと その協力を強化しなければならないようなプロジェクトはないからです。また私も国際的な責任を考えますと、国際的な活動はアフリカ中心なんですね。そんなにウクライナだとかそういった中央アジア諸国にそんなにフォーカスしてこなかったというところがあります。したがって国際化戦略では直接ウクライナの情勢で影響を受けたということはありません。とはいうものの、今後フォーカスは変わっていくでしょうね。例えば安全保障政策ですとか安全のテーマですとか、そういったことに関心はシフトすると思います。またネットの安全性、サイバーセキュリティ、こういったようなテーマがこれから顕在化するのではないでしょうか。もっと重要性を帯びるんじゃないでしょうか。この状況はそんなに短期的には脱却できないと思っております。地政学的な状況はこれからも続くでありましょう。したがってこの今の地政学的上層は東西の対立構造に立ち戻ってしまうのかもしれません。過去のように今後私どもの状況をそれで変わっていくと確保しているところです。ありがとうございます。ちょっと最後に付け加えたいことがあります。と言いますのも、あと30分間は残れますけれども、その後理事会に戻らなければなりません。何か追加的な質問があれば喜んでお答えをします。で、後ほどまた主催者から得て後日お答えするという形でもいいかと思います。ご質問を頂戴しておりまして、すべて取り上げられずに大変申し訳ありませんでした。時間の関係です。お許しくださいませ。それでは休憩に入らせていただきます。再開までですね、日本時間の、18時20分の再開とさせていただきます。そうですね、時間までですね、ウェビナーに接続したままお待ちいただければと思います。それではまた7分後ですか、お目にかかればと思います。また休憩とさせていただきます。ありがとうございます。それでは時間となりましたので再開とさせていただきます。これより大学の国際化促進フォーラム、国際競争力強化に向けた戦略的パートナーシップのネットワーク構築プロジェクトに参加しております大学より事例発表を行います。事例発表に関するご質問につきましては、すべての大学様のご発表が終わりました後、質疑応答の時間を取る予定です。画面に表示されております Q&A からご質問を寄せください。事例発表の途中でも受付いたしますので、お気軽にお寄せいただけましたらと思います。それではまず東京大学、総長特任補佐渡辺聡先生より、戦略的パートナーシップによるコロナ禍の教育研究連携についてご発表いただきます。渡辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました東京大学の渡辺聡でございます。今ご紹介ありました通り、そのコロナ禍での教育研究連携ということについてお話しさせていただきたいというふうに思いますが、それに先立ちまして、東京大学での戦略的パートナーシップの概要、そしてその主な成果につきまして、まず少しお話しして、それから本題のコロナ禍での活動の方に入りたいというふうに思っております。さて、冒頭の林理事の挨拶でもございました通り、東京大学はスーパーグローバル大学創生支援事業に、東京大学グローバルキャンパスモデルの構築という構想を提案し採択されました。この構想では総合的教育改革と並んで戦略的パートナーシップを重要な教育研究事業と位置づけております。
具体的には戦略的パートナーシップの事業をですね、3期に分けてこれまで進めてまいりました。第1期となります2014年から2016年までにおきましては、戦略的パートナーシップの構築を目指し、同一大学とさまざまな部局が行ってきた取り組みを特定し、それらの活動を束ねていくと、まあ、そういう活動をしてまいりました。そして第2期では、主要なパートナーシップ校および戦略的パートナーシップ構築を見通せる大学の計19校、最初の第1期では26校だったんですが、それを19校に絞り込んだ上で、第1期の取り組みを分野横断的で全学的な交流に発展させ、持続可能な関係性を作っていく、あるいは官民を巻き込んだネットワークを作っていくと、そういったことを目指してまいりました。そして今年度からは第3期に入りまして、これまでの実績を踏まえて計16の相手校と活動を推進しております。このスライドに現在本学が戦略的パートナーシップの活動を進めております相手校がまとめてございます。全部で9つの主要な戦略的パートナー校がこの地図上に印をしてございます。それ以外に7つ戦略的パートナーシップを見通せる大学を選定して、で活動を進めているところでございます。なおこの中にはですね、相手校が1校ではなく複数の大学を1つに束ねたものがございます。例えばストックホルム大学群ではストックホルム大学、スウェーデン王立工科大学、カロリンスカ研究所の3つが相手校でございまして、この3つを束ねて1つのチームとして活動をしております。さて本学では、これも林理事の挨拶で紹介がありました通り、通常の大学間学術交流協定よりもさらに緊密で創造的な協力関係、そして総合的で互恵的な協力関係を作ると、そういう相手を戦略的パートナーというふうに定義しております。そしてこのような関係を作っていくという観点から、各相手校との活動を評価し、予算配分などにメリハリをつけて進めているところでございます。具体的には、例えば全学レベルでの連携の度合い、あるいは相互のベネフィット、あるいは共同研究や学生交流の活発さ、関わっている部局の数、あるいは分野横断的な活動の活発さ、またビジョンや計画の発展性と、まあ、こういった観点から評価をして進めているところでございます。さて、まあ、これまで戦略的パートナーシップの活動を進めてまいりまして、さまざまな効果があるなということを実感しているところでございますけれども、まず挙げるべきはやはり学生あるいは教職員のモビリティがこのような活動を通じて増えているということ、また加わってくる部局の数が増えているといったところが挙げられるかと思います。その他にそれぞれの相手校と本学で予算を出し合ってですね、共同のファンドを作って、そこで共同研究をプロモートするような活動、あるいは分野横断的なワークショップが非常に盛んにされております。例えばソウルナショナル国立大学との間ではですね、エネルギーという課題を扱う際にもですね、テクノロジーだけでなく法律や政策までさまざまな観点から議論する、そういうワークショップが企画されています。その他にもさまざまな研究教育の共同プロジェクト共同プログラムが非常に活発になっております。例えばストックホルム大学群との間では学生交流のプログラム、それからファカルティディベロップメントのワークショップが行われておりますけれども、いずれもですね、教育学部工学部をはじめさまざまな部局が参加をしております。またスイス連邦工科大学チューリヒ校とは国際共同研究をベースにした非常に実践的な教育プログラムを実施しております。
北京大学とは東アジアゲーモン書院という、共同の研究教育プログラムを立ち上げておりますけれども、プログラム自体がユニークであるのに加えて、ダイキン工業から、大きな支援を受けているというのが特徴でございます。これは外部資金を獲得した成功例と言えるのではないかというふうに思っております。その他にもオーストラリア国立大学とのワークショップにおきましては、政府、産業界、また NPO や地方自治体から協力を得ておりますし、ベトナム国家大学ハノイ校とのプロジェクトにおきましては、先方の大学の学部の学生実験のプログラムを立ち上げるのをサポートしておりますけれども、その際には日本分析機器工業会から学生実験に使う機器の支援を受けるといった産業界からの多大な支援を受けております。またこのベトナム国家大学とのプロジェクトではティーチングアシスタントのトレーニングというところにも特徴がございまして、ベトナム側の博士課程の学生に対するトレーニングのほかに東京大学の方の学生も派遣して TA としてのファカルティディベロップメントのほかに国際交流体験を積むという、そういうことを狙ったプログラムを行っております。さて、多くの大学で同じ状況でございますけれども、このコロナ禍の中で相手校に人を派遣する、あるいは相手校から人を受け入れるといった活動はほぼ全面的にストップせざるを得ない、そういう期間が非常に長く続いたわけでございます。そのような中でこの戦略的パートナーシップのプログラムでもですね、積極的にオンラインでの活動を進めてまいりました。特に多くの戦略的パートナー校と合同のシンポジウム、あるいは合同カンファレンスということもありますけれども、そういったイベントを定期的に開催しておりましたけれども、こういうイベントをのオンラインで実施しております。時間の関係で一つ一つは紹介いたしませんけれども、さまざまなものが実行されております。そして、戦略的パートナーシップで緊密な協力関係が構築できておりましたので、それをオンラインで行うということ、またそのオンラインでのイベントの中での議論ですね、そういったことも非常にスムーズに、また活発に行うことができました。これもこれまでの活動を構築するという土台があってこそ、こういうことがスムーズにできたかなというふうに思っています。一つ特に特徴的なものを紹介いたしますと、本学で作りました東京カレッジとの共催のイベントがございます。東京カレッジと申しますのは、東京大学と海外の研究者や研究機関を結ぶインターフェースとして2019年に設立したユニークな組織なんでございますけれども、発見の喜び、また知の力というものを共有しようという、それを中心的な理念として活動を進めてまいりました。こういう理念ですので、いろいろなことを対外的に発信していくということを積極的に行ってきた組織でございます。でこの東京カレッジと、この戦略的パートナーシップで、共催しましてですね、戦略的パートナー校と、対話のシリーズというのを企画して、実行してきております。でここで対話と申しますのは、実は昨年の4月に着任しました東京大学の藤井総長の下で、東京大学では行動指針としての優東京コンパスというのを策定して昨年の9月に公開しているようでございますけれども、このコンパスの中でもこの対話というのを非常に強調しておりまして、本学が進めるさまざまな活動の中でですね、この対話をしながら進めていくということを非常に重視していると、それも含めてですね、そういうことも念頭に置きまして、この対話のシリーズというのを企画したわけでございます。この対話のシリーズは全体に共通するトピックとしてコロナ後の社会ということを掲げておりますけれども、こういう共通テーマの中でですね、プリンストン大学、オーストラリア国立大学、北京大学、ケンブリッジ大学といったパートナー校とですね、さまざまな観点からの対話を繰り広げてきております。これまですでにいろいろな対話のイベントが終了しておりますけれども、そのいくつかは
録画を視聴できるようになっておりますので、よろしければぜひこちらの方でその録画をご覧いただければというふうに思っております。また今後もですね、他のパートナー校も含めて、いろいろな企画をまだ進めている段階でございます。今後の企画にもご期待いただければというふうに思います。この他にもですね、このオンラインを活用した教育イベント、あるいは教育プログラムを立ち上げようという機運が、このコロナ禍の中で高まってまいりました。で、そのようなことを実践していく上でですね、この戦略的パートナーシップにおけるパートナー校との絆というのが非常に効果的に働いているように感じております。例えば清華大との間で非常に大規模な学生交流イベントを企画しました。このイベントは最初の発案は教員からでしたが、学生幹事を決めた後はですね、この学生幹事がほとんど全ての運営を自分たちで行いました。そして両校から60名ずつ計120名の学生が参加し、15のグループに分かれてディスカッションをし、その結果を最後に全体会合で発表するという、そういったことを行いましたけれども、そのディスカッションのトピックは、例えばキャッシュレス決済の状況、あるいは課外活動といった両校の学生が共通して関心を持ちそうなテーマを選んで、こういうディスカッションを進めました。実は東京大学側ではですね、こんなにたくさん学生が集まるかと当初懸念したんでございますけれども、蓋を開けてみますと、昨年3月の第1回の時には2、3日の間に120を超える応募があり、10月の第2回の時にはもっと長く待っていましたらば220名を超える応募がございました。教員の方では学生の関心の高さに驚いた次第でございます。これは2時間余りという比較的短時間のイベントで、かつ使用するディスカッションに使用する言語も限定しなかったということで、海外学生との交流経験がない学生も参加しやすかったということが、こういうことにつながったかなというふうに思っているところでございます。また実際参加した学生からのフィードバックを見ましてもですね、参加してよかったというポジティブなコメントをたくさん得ております。またもう一つ別な例を紹介いたしますと、スウェーデン王立工科大学との間では、よりインテンシブな学生の共同作業がある教育プログラムを立ち上げております。このプログラムは学部学生という非常に早い時期に海外の学生との共同作業を体験させるということ、また専門分野での基礎的な科目についてですね、これですと大学による差が非常に少ないものですから、そういうコースについて、それをその実社会への応用までつなげていくといった、そういったことを共同で考えるといったところ、こういった点に特徴がございます。また教員の負荷をあまり上げないで教育効果を上げるといったことも狙ってプログラムを作っているということでございます。具体的には流体力学という基礎科目につきまして、期末試験での問題を一緒に考えるというところからスタートして、それに関連した実社会のアプリケーションといったことを各チームで考え、それについてディスカッションしたことをポスター形式で発表するといったことを行っております。もう一つ別な例をご紹介しますと、オーストラリア国立大学との間ではですね、現地でのその実地での体験を非常に重視するような、そういう学生交流の共同プログラムを実施していたのでございますけれども、コロナ禍でそれができなかったことを、できなくなったことを踏まえ、オンラインでできるだけそれを代替してこの教育プログラムを実施するということを行いました。具体的にはさまざまな地震、津波といった自然災害からそれの経済あるいはテクノロジーへの影響いったことをですね、両校の学生が一緒に学ぶという、そういうプログラムだったんですけれども、その中で東北地方とライブでオンラインでつないでですね、現地の様子などを含めた講義を共同で受けるといった、そういった内容を含めておりました。以上まとめますと、本学で戦略的パートナーシップの活動をこれまで続けてまいりまして、パートナー校との
絆を深める上でこの活動が非常に有効であったというふうに感じております。具体的にはここに挙げましたようにその交流分野の拡大あるいは分野横断的な活動の活性化モビリティの拡大あるいは外部からの支援の拡大といった効果を感じているところでございます。コロナ禍では残念ながら多くの活動はそのままでは実施できませんでしたけれども戦略的パートナーシップの活動を進めていたことによりましてすでにある関係を維持するそのためのオンラインの活動をさまざま実施できましたしまた新たな教育プログラムを立ち上げる上でもこれまでの関係性が非常に有効だったというふうに思っています。次の段階としましてはより一層ですね研究教育の連携を深めていきたいというふうに思っておりますけれどもその時にはオンラインと対面での活動を組み合わせていくということが一つの鍵になるかなというふうに思っております。以上で私からの発表を終えさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。渡辺先生ありがとうございました。続きまして京都大学副学長国際戦略本部長の河野康之先生より戦略的パートナーシップによる国際共同研究と教育連携の推進についてご発表いただきます。河野先生ご準備整いましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい。皆さんこんばんは。京都大学の河野です。ただいまご紹介いただきました通り京都大学における戦略的パートナーシップについてお題提供させていただきます。はい。時間が限られていますので、以下の3点、すなわち京都大学が戦略的パートナーシップをどのように位置づけ、何を期待しているのか。から2つ目が戦略的パートナーシップをどのように運用しているのか。3つ目が、運用する中で見出したグッドプラクティス、あるいは効用に絞ってご紹介させていただきます。まず京都大学が戦略的パートナーシップをどのように位置づけ、何を期待しているのか。についてですが、本学では戦略的パートナーシップ校を、大学間 MOU を有する世界に卓越した大学のうち、各部局での活発な研究交流を分野横断的に展開させるとともに、新たな学術分野での共同研究や人材の流動性を促進するため、学長あるいは執行部レベルでの合意に基づいて連携を強化していく大学校を戦略的パートナーシップ校という、と定義しています。ここでポイントとなるのは、一つ目がですね、学長や執行部レベルの信頼関係に基づいた合意があること。それから二つ目が、複数の研究分野や部局での活発で持続的な研究交流が実施されていること。そして三つ目が、相手校が世界的に卓越する大学であること。この三点かと思います。次お願いします。このような方針に基づき、本学は2019年にフランスのボルドー大学、オーストリアのウィーン大学、そして2020年に先ほどご報告いただきましたシュワルツネッガー先生のいらっしゃるスイスのチューリヒ大学、ドイツのハンブルグ大学、そして国立台湾大学と戦略的パートナーシップを締結しました。現在この5校との戦略的パートナーシップに基づく教育研究連携を実施しています。なぜこの5校なのか、どのような経緯でこの5校と戦略的パートナーシップを締結するに至ったのかについて簡単に説明します。京都大学では京都大学国際シンポジウムと関したシンポジウムを2000年度に開始し、これまでに68回開催しました。これらは様々なスタイルで開催されたのですが、そのうちいくつかは海外の有力大学とバイラテラルで京都や相手校において開催したものです。こういうシンポジウムを通じて様々な分野での研究交流を深めるのみならず、両大学の執行部レベルでの信頼関係も醸成してきました。これらに加えて研究分野を絞ったワークショップも開催してきました。このような実績に基づいて、もちろん相手校の意向も踏まえながら選定したのが先の5校です。戦略的パートナーシップ校をさらに増やすことも視野に入れていますが、実効性のある交流や連携が期待できる相手を慎重に選んでいきたいと考えています。このようにして選定した戦略的パートナーシップ校とは、通常の大学間 MOU の枠を超えた分野横断で持続的重点的な国際交流を進化させ、
世界を先導する先端研究を推進することで、本学が世界のユーロッパ大学に没するための国際競争力を向上させることを目指しています。したがって波及効果としては、双方向の交流から多面的な交流へ展開、教育連携や学生交流を含む総合的な関係の構築、それから、国際共同研究に資する国内外からの外部資金の獲得などを期待しています。それでは次に、戦略的パートナーシップに基づく活動を具体的にどのように運営しているのか運用しているのかについて説明します。まず実施体制です。本学では各戦略的パートナー校との交流を担当するチームを本部に設置しています。このチームは、国際戦略本部教員、それから全学海外拠点スタッフ、それから URA 本部事務スタッフからなります。このチームが、相手校本部の国際担当と緊密に連絡を取り、大学レベルで戦略的パートナーシップ活動の調整役を担います。また学内から相手校との研究教育活動に参加する教員を募ります。各教員は同僚教員やポスドク研究員、学生等を巻き込んでです。相手校のパートナーとの研究教育活動を展開します。このようにコミュニケーションのチャンネルを大学レベルと教員レベルで重層的に構築し、戦略的パートナーシップ事業を実施しています。次に事業の実施サイクルです。戦略的パートナーシップ協定の有効期間は3年としています。内容のある成果を出すという観点からは少し短いのですが、大学執行部が各相手校との交流内容を把握し評価する上ではこの程度の期間が妥当だろうという判断です。3年後に協定延長の可否を判断します。また各研究分野での研究教育交流を支援するために相手校とともに年度単位でジョイントファンディングを実施しています。これについては後ほど説明します。これらの研究教育活動については年度末に研究分野ごとに報告書を作成し大学執行部で共有しています。さらに3年に一度研究分野を超えて集まり、それぞれの活動を共有するための国際シンポジウムを開催しています。ジョイントファンディングプログラムは、両大学の教員が連携して研究教育活動を推進するために相手校と予算を持ち寄り支援するものです。既存の連携を強化するのみならず、新たな連携分野の発掘を目指しています。また、両大学の連携を持続的なものとするために、次世代の連携活動を担う若手研究者の参加も促進しています。さらに、オンラインを通じたジョイントクラスの試みと、教育における連携も視野に入れています。ジョイントファンディングプログラムは、両大学の本部レベルでのチャンネルを活用して、共同で募集要項を作成します。応募に際しては両大学の教員に連名で提案書を作成してもらいます。これを両大学の共同委員会で審査します。審査の過程でそれぞれの大学が戦略的パートナーシップに対して何を期待しているのかに関する相互理解が深まります。ジョイントファンディングプログラムは大学本部間の信頼関係をさらに強固なものにするメカニズムでもあります。これは今年度の、ハンブルク大学とのジョイントファンディングの採択例です。合計6件採択しており、大部分が既存の連携の強化を目指したものですが、次世代の連携活動を担う若手研究者を対象としたものや新たな連携分野の発掘も含まれています。このようにバランスを考慮しながら選考しています。最後に戦略的パートナーシップを運営する中で見出したグッドプラクティス、あるいはその効用についてご紹介します。最初の例はボルドー大学との連携において中心課題となりつつある学際研究課題の創出についてです。ボルドー大学との戦略的パートナーシップには本学のエネルギー科学、医学、それからアフリカ地域研究の3分野が参加しています。これまでの京都大学国際シンポジウムや合同会議を通じて、本学は東アフリカを中心とする英語圏アフリカの、ボルドー大学は西アフリカを中心とするフランス語圏アフリカの研究が強いこと、さらにボルドー大学はサイエンスポと組んでアフリカ人行政官を多数輩出していることなどが分かってきました。
2% 以上の人口増加が今後も続くアフリカの持続的な発展に向けて、その医療や公衆衛生、エネルギーなどは21世紀の人類社会において大きな課題です。そこで、本学とボルドー大学にアフリカの大学を加え、トライアングレーションを形成し、アフリカの社会経済文化を踏まえ、アフリカの健康やエネルギーに焦点を当てる総合的な研究を推進することを構想しています。幸い、本学側は、世界展開力事業により、これは冒頭の、文部科学省の岸本さんからもご紹介いただきましたが、また、ボルドー大学は IPOLA、インターディスプラリーポリシーオリエンティブリサーチアフリカ等により活動資金を確保するめどが立ちましたので、この共同研究は今後大きく進展するのではないかと、期待しています。次は、チューリヒ大学との共通課題解決に向けた共同についてです。ICT 技術の進展には目覚ましいものがあります。人工知能が人間の知能を上回るシンギュラリティが現実味を帯びて議論されるようになってきています。このような状況下で、法体系も抜本的な見直しを迫られています。戦略的パートナーシップ締結を契機として、このような地域を超えて共通する課題に両大学で協力して取り組むために、URA が中心となって、この課題に関心を持つ両大学の教員に声をかけて、Advanced Technology and Law と題するオンラインワークショップなどを開催しました。これらが契機となって、両大学の教員のみならず、若手研究者のネットワークが形成され、今後はさらなる研究の進化が期待されます。本部レベルと教員レベルという重層的なチャンネルがうまく機能した例です。次はウィーン大学の例です。ここでも本部レベルのチャンネルが新たな連携を生み出す契機となりました。ウィーン大学とはすでに様々な分野で共同研究を実施していますが、学長同士の対談の中で、ウィーン大学の重点研究であるデータサイエンスやデジタルヒューマニティーズにおける共同を強めようという話になりました。これを受けて URA が中心となって、両大学の研究者のマッチングを進め、図書館の職員も含んだワークショップを開催しました。これが契機となり、図書館という組織同士の交流が生まれ、リサーチデータマネジメントをテーマとする研究が始まりました。また、図書館職員の人材交流も構想されています。学生交流に関しても戦略的パートナーシップは有効に機能しています。コロナ禍により多くのショートタームプログラムをオンラインで実施してきましたが、受講料免除枠を相互に付与し、学生の参加を促進しています。これらが契機となって、コロナ収束後は双方向にセメスター単位の留学が増加するものと期待しています。また、ダブルディグリープログラムについては、すでにボルドー大学、ハンブルク大学、国立台湾大学と実施しています。教員や研究者間のつながりとセットで学生交流を促進しています。最後に、この数年の経験を通じて学んだことです。学んできたことです。戦略的パートナーシップは国際共同研究や国際的な教育連携を推進する効果的な仕掛けとなり得ます。その運営においては、トップダウンとボトムアップをうまく組み合わせることが重要です。また、相手校とのコミュニケーションや研究者のマッチングにおいて、URA や海外拠点が重要な役割を果たしています。以上簡単ですが、京都大学における戦略的パートナーシップの現状を紹介しました。ご清聴どうもありがとうございます。はい、河野先生ありがとうございました。たくさん事例をご紹介いただきまして、大変興味深かったです。ありがとうございます。続きまして、大阪大学グローバルイニシアティブ機構、大林沙織准教授より、社会的課題の解決を目指したパートナーシッププログラムの構築についてご発表いただきます。大林先生、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました、大阪大学の大林沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、大阪大学のパートナーシッププログラム構築についてご紹介をさせていただきたいと思います。本
月は、まず最初に大阪大学の国際交流の現状を媒介いたしまして、その後戦略的パートナーシップの授業を2つ簡単に概要をご紹介させていただきます。その次に戦略的パートナーシップ構築にあたっての準備などをご紹介させていただきまして、最後に、最近の活動とそれからサマリーをお話しさせていただきたいと思います。こちらが、数値に見る大阪大学の国際交流の現状です。大学間交流協定は2011年6月1日現在で140個、部局間協定は652件ございます。非常に活発な国際交流を行っております。そして研究者の受け入れ、これはコロナ禍前の数値となっておりますが、2019年度で1172名の方々をホストいたしました。そして留学生は、こちらは2020年5月1日の数字ですが、2611名、その 85% はアジアからの留学生となっています。そして最後に学生の海外派遣ですが、こちらも2019年度のコロナ禍前の数字で1493名をアジア、ヨーロッパ、北米、オセアニアなどの地域に派遣をしているところでございます。このように余ったあるパートナー校と特定の目的に従って、どのような戦略的パートナーシップを構築していくかですが、大阪大学では海外の4地域に拠点を設置をしております。ヨーロッパのオランダ、グローニンゲン、そして東アジアは中国、上海、東南アジアはタイのバンコク、そして北米は米国のカリフォルニア、バークレーに設置をしております。本学の戦略的パートナーシップは、これらの拠点を活用して展開を図ろうとするものです。2022年1月現在におきまして、ヨーロッパではオランダのグローニンゲン大学、そして英国のユニバーシティカレッジロンドン、中国の上海交通大学、カナダのブリティッシュコロンビア大学、そして米国のカリフォルニア大学デイビス校と、この5校と合意しております。そして ASEAN キャンパスプロジェクトというものも実施をしております。こちらは ASEAN、具体的にはタイ、ベトナム、インドネシア、ブルネイの4カ国の大学研究機関と連携をいたしまして、現地で教育研究を提供して、現地の地域の質の高い成長と、そして高度人材の育成に共に取り組むことを目的としております。ではここではグローバルナレッジパートナーシップのご説明をさせていただきます。グローバルナレッジパートナーシップは、共通のパートナーとビジョンを共有して、共通の目的を設定して共に取り組むことをしております。その共通の目的といいますのは、地球規模課題、世界的な社会課題の解決に共に高度研究、高度な先端研究に取り組んで解決に貢献をするというものです。例えばテーマといたしましては、高齢化社会やアーバンデザイン、あるいはスマートシティ、気候変動の問題もございますし、教育の問題、そして都市の持続化、あるいは技術的テクノロジーでバイオテクノロジーや AI といった、このようなテーマを設定いたしまして、分野横断の研究チームが参画をして先端研究を行っているという現状でございます。そして共同研究を軸とした人材育成を行っております。これらの戦略的パートナーシップの活動は大学のビジョンに基づくものです。大阪大学は2016年に大阪ユニバーシティビジョン2021を設定いたしました。オープンネスをキーワードに5つの柱で社会との競争を図ってまいります。オープンエデュケーション、オープンリサーチ、オープンイノベーション、オープンガバナンス、そしてオープンコミュニティ、この戦略的パートナーシップのプロジェクトはオープンコミュニティの目標に資するものとして位置づけております。このオープンコミュニティの目的、目標は、さまざまな社会のステークホルダーと、大学を含めステークホルダーと連携をして、地域やグローバルな社会の課題解決に取り組み、そしてひいては社会の心豊かな発展に寄与する、こういうところを目的と目標としております。
本学では2016年頃から戦略的パートナーシップの構築について検討を始めました。そして戦略的パートナーシップはその頃やはりヨーロッパを中心に聞かれていた言葉でしたので、では実際には具体的にはどのような活動が想定されているのかということを少し当時調べてみました。その結果2つの報告書があることが分かりました。まず1つは EEI バロメーター、欧州の教育国際教育協会が発行した調査報告書です。こちらは2014年にこの EEI が欧州の大学に対して国際化の現状を調査した、その結果を取りまとめた報告書です。この報告書の中で戦略的パートナーシップが過去3年間で最も多く取り組まれていた活動であったとあったこと、そして国際オフィスにおける国際化の大きな課題として戦略的パートナーシップをいかに向上させるかといったことがトップに位置づけられていたということが示されていました。もう一方の調査報告書はアメリカのインスティテュート・オブ・インターナショナル・エデュケーションとドイツ学術交流会が共同してグローバルな調査を行ったものです。こちらはすでに当時トレンドとなっていた戦略的パートナーシップを実施している大学を対象に調査を行ったものです。戦略的パートナーシップはどのような目的、そしてどのような活動、どのような課題があるのか、そういったものを現状調査をして報告されたものです。この中におきましては、この調査報告書においては戦略的パートナーシップ調査結果の結果から戦略的パートナーシップの定義を試みています。こちらに一部ご紹介をさせていただいております。戦略的パートナーシップとは2つ以上の2機関以上の高等教育機関が意図的なプロセスを経て構築をする連携、提携関係であり、提携関係を持つことによってリソースをシェアしたり、あるいは互いの強みを総合的に活用する、そういった活動を通して互いの共通の目標達成に資する活動を行うこととされていました。これらの調査報告書に加えまして、私どもの方でも数校のヨーロッパの大学に対してどのような活動を行っているのかといったインタビュー調査も行いました。そのような調査結果を参照にしながら、早稲田大学の中でパートナーシップ構築にあたりましては、2016年に当時のグローバル連携担当理事のもとにタスクフォースが設置されました。そのタスクフォースでまず行いましたのは、大阪大学が海外の大学とどのような交流をしているのか、その情報を整理することといたしました。具体的には、研究者学生がのモビリティがどれほどの数なのか、そしてどのような、学術領域において、どのような範囲において連携がなされているのか、そして外部資金を活動した連携がなされているか、そして協調論文はどれほど発出されているか、さらに表敬訪問などで本国をご来訪くださった、そういった履歴も確認をいたしました。これらから各大学ごとの交流のボリュームを把握いたしまして、そしてコアと重層的な交流が行われている大学がコアとなり得るだろうということで、それらの大学に対してこれらの観点から今後の発展の可能性を検討いたしました。まずこのパートナーシップに対しての研究者、キーとなる研究者の関心、そして現在既存の交流がある研究学術領域を超えた展開、パートナーシップの展開の可能性があるかどうか、そして両大学間の学術プロファイルの親和性はどうであるか、さらに当該大学、そして当該大学が設置されている国の国際化の政策はどのようなものであるか、そしてまた学内、そして学外のこのような交流活動に活用できるようなファンドはどのようなものがあるか、こういった観点からコアとなる大学というものを検討していきました。そしてそのコアとなる大学、コアとなるであろう大学と緊密な関係を行っている学内の教員と相談を重ねて、戦略的パートナーシップの構築プロセスを検討いたしました。
このような戦略的パートナーシップ、先ほど京都大学様もご紹介されていましたけれども、構築にあたりましては、そして実行にあたっては、学内の実施体制、非常に重要だと思います。これまでの先ほどご紹介したような調査、それから大阪大学で実際に実行しております体制から、およそこのような体制が描けるかと思っております。共通のこのパートナーシップを行うことの目的と、それから中長期的なゴールを設定して、これに対して両大学間で、両大学間の学長、そして執行部レベルで合意をして、コミットメントをする。それに基づいて、実際にこの活動を下支えしていくスタッフや担当の部署、センターなどが、学内で、そして当然相手大学と連携をしながら、実際の活動を行うファカルティメンバーを協力に支援していく。このような体制の構築が重要であるかと思います。そして大阪大学では、この戦略的パートナーシップのロードマップを描いております。3段階想定しておりまして、まず第1段階におきましては、既存の連携をしている研究連携のさらなる強化、そして新しい領域での研究の模索を行う段階。そして次に、この共同研究、研究の連携を軸とした人材の育成を行う。若手研究者や学生の育成を行っていく。例えば、この人材育成が発展した形では、ダブルディグリープログラムの構築につながったケースもございます。そして3段階目、かなり飛躍を大きく飛躍をいたしますけれども、これらの連携の成果を持って社会に還元していく、そして大きな社会のインパクトをもたらすような連携活動に育てていくということを目指しております。こちらは写真で、これまでの直近の活動をご紹介させて、最近の活動をご紹介させていただきたいと思います。先ほど申し上げたような既存の研究連携の強化や、あるいは新たな研究連携を模索するためのジョイントシンポジウムを行ったり、それから学生、若手研究者が参加できるような、そういったセミナーや、ワークショップの場を設定したりしております。そして昨年度、大阪大学は100周年、そして大阪大学は90周年、大阪外国語大学は100周年の記念すべき年に当たりました。そこで、残念ながらオンラインでございましたけれども、パートナー大学にもご参画をいただきまして、パートナーサミットというものを開催いたしました。このパートナーサミットにおきましては、各大学長からコロナ禍で再認識された大学の教育研究、あるいは地域社会における役割に対してコメントを頂戴して、そして今後の、パートナーの間での連携活動に対する、共同宣言を行いました。そしてこれまでの共同研究の振り返りと今後の発展を展望するとともに、学生の間からは、学生は過去6ヶ月間コロナ禍で互いに共有したことを、経験したことを共有をして、その報告をこのパートナーサミットの場で、してくれました。そしてこれまでのアウトプットといたしましては、こちらにお示しをしております通り、過去3年間ですけれども、40件の共同研究、そして8件のジョイントラボの設置、そして441名の教員が参加をしております。そして国際共同論文は63本発出されております。では最後にまとめに変えまして、戦略的パートナーシップの構築にあたりまして、重要となるであろうと考えられる6つの要素を挙げております。明確な目的と合理設定を行うということ、そして学長執行部でのレベルでの強力な活動に対するコミットメント、そして学内、そして連携校とのガバナンス、プロジェクトのガバナンスとマネジメント、さらに研究者の監修に基づいた実行可能な活動であること、そしてこのパートナーシップのトリガーとして、研究者に対してのインセンティブやサポートを提供する、そして、両大学の、学術的な、親和性、そして合計に基づく対等なパートナーシップであること、これら3つが要素と考えられるかと思います。以上、私からのご報告させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。はい、大林先生ありがとうございました。戦略的パートナーシップの世界的な潮流ですとか定義もご披露いただきまして大変勉強になりました。ありがとうございます。続きまして愛媛大学国際連携推進機構アジアアフリカ交流センターの
小林治先生、それから島上元子先生より、日本インドネシア6大学コンソーシアムによる双方向サステナビリティ教育プログラムをと題してご発表いただきます。小林先生、島上先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、愛媛大学の、小林でございます。後ほど私と、島上の2人でですね、愛媛大学の、戦略的パートナーシップに該当するであろうグッドプラクティスということでを中心に発表させていただきます。で、スケジュールを見直すと、ね、気がつきますと、愛媛大学だけ戦略的パートナーシップという言葉がタイトルに入っていないという、この時点でですね、ちょっと焦ってはいるんですけれども、自覚はしてございます。で、先ほど大阪大学の方からは、現在定義中ですとありますけれども、愛媛大学においてもですね、この戦略的パートナーシップに当たる取り組みが2、3ございまして、で、サテライトオフィスも、世界に4カ所置いていて、実施をしています。まあ、その中で、多層的に学部から大学部まで多層的に行っているプログラムの紹介ということでご紹介をさせていただきます。はい。それでは、スライドを、表示させていただきます。水事という、カリキュラムの取り組みということになります。水事はですね、Six University Initiative Japan Indonesia ということで、水事政策の水事ではございませんで、日本と、インドネシアの6大学がコンソーシアムを組むと、それで多層的な教育と研究プログラムを実施しているということになります。で、言葉で言うとさらっと、結構、さらっと言うんですけども、これはもともとはですね、愛媛大学は連合農学研究科というものがございまして、そこのインドネシアからの留学生が卒業して、インドネシアに戻って、で、大学の幹部になったところでですね、ぜひインドネシアと日本の間の連携のプログラムを動かしたいという、その卒業生の要望から始まったという、非常にそこの部分が一つの特徴かな。そこが個人の、思いからですね、組織間の戦略的な動きにつながっていったというのが一つの特徴かなというふうに思います。その、結実は2011年です。で、最初からですね、六大学の学長が、この運営に携わるっていう形を取らせていただいて、それ以降ですね、大学の世界展開力強化事業の採択を受けて、毎年この六大学の学長が一つのテーブルについて運用に携わってきたと。で、事業としては、2016年に最終年度を迎えましたけれども、現在はですね、六大学独自資金で、あとジャストの、短期派遣プログラムの奨学金等を受けて、今も展開をしているということになります。で、最高ランク S のところ A なので、こんなに胸を張って、取ったよって言えるかっていうところはちょっとあるんですけれども、地方大学として、しかも6大学で、足並みを揃えて、で、ちょっとスライドの中には JDP とあるんですが、このプログラムを実施している間にも JP と改めました。この間にですね、日本における JDP の定義っていうのが固まりましたので、それには該当しないということで、その後にはジョイントプログラムと名前を改めましたけども、今もそういう形で続いているということです。で、ショラツネガー先生の話の中でも、フロアの方からいくつか質問がありましたけれども、我々が目指すところはですね、語学留学でもなく、研究者を、たくさん養成するってことではなく、むしろ、学部から、大学院まで多層的に、しかも、ある一定のロット人数ですね、学生数の交流を盛んに、動かすということの中においては、やはりですね、グローカルなマインドセットを持った。で、人と人の、深いつながりの中で、相互理解にも、作り出すと。で、生涯にわたるネットワークを作りながら、やはりですね、今の、この時流で言えば、平和に基づいた持続可能な社会づくりの担い手を育成する。で、しかもそれをフィールドっていうことで言えば、我々はもう泥臭く、
農林水産業、一次産業ってとか、そこからですね、私たちの食いプチができてるんだってことに基づいてのマインドセットですね。そこを育てていくってことを大切にしています。だから泥臭く、これ通訳さんが訳してるかどうかわかりませんが、そこは大切にしていってるところでございます。双方向のっていう構造はここにある通りで、愛媛、香川、高知大学と、インドネシア側はガジャマダ大学、ボゴール農業大学とハサミ大学。これはインドネシアの農業系のトップの大学がつながっている。で、すべてにおいて、愛媛大学の卒業生が関わっているっていうことになります。で、先ほど組織的っていうことであれば、この水師コンソーシアムの中に、水師の、水事運営の水事推進室っていうのを6大学に設けまして、毎年ですね、何回かの会議を経ながら、このプログラム、質の保証を伴ったプログラムっていうのを今も展開しております。人数におきましては、ここに書いてある通りでありまして、一番上がですね、学部レベルのもので、派遣受け入れともにですね、300名前後の学生が、動いていると、双方向ですね。で、下の方が、ジョイントプログラム、マスターとドクターということに、なっておりまして、ちょっとドクターの方に行くにつれてですね、人数が少なくなっている上に、双方向と言いながら、やはりインドネシアから日本という人数が多い中で、日本からインドネシアという人数においては、ちょっと限定的になっています。まあ、ここは一つ課題といえば課題ということになりますが、そもそもこのプログラムが、の目的の一つの中には、日本人学生の、内向き志向の打破ということも最初に掲げておりましたので、ここは引き続きですね、打破に向けて、展開をしていくということになっています。はい。で、これはジョイントプログラムの大学院レベルのものでありまして、お互いですね、指導教員リストを共有をして、しかも、このプログラム専用のカリキュラム、というものを作ってですね、その単位を取って持って帰ったら、母国の大学でその単位を認定していくと。で、それを水事コンソーシアムの中で、修了証を発行をすると。本当は、最初はジョイント、JDP としてですね、学位をっていうところを目指してたんですけども、そこは一つレベルを落としてのジョイントプログラムという形になって、今も続いております。はい。で、これが、その様子です。で、終わる頃にはですね、本当に、暖かいですね、ハートウォーミングな、別れ別れの涙涙ということで、ジョイントプログラムを続いているっていう状況です。じゃあ、引き続きまして、島上先生の方からですね、学部レベルの取り組みに関して発表させていただきます。それでは、島上先生、はい、よろしくお願いします。はい。島上です。学部レベルの方は先ほどの写真にありましたように、毎年100人ぐらいがですね、インドネシアと日本を行き来するという形になっています。で、学部レベルはサービスラーニングプログラムという名前になっておりまして、で、これは、農村貢献型実習というふうに言えるかと思うんですけれども、インドネシアでコミュニティサービスプログラムと英語にはなりますけれども、カーカー N というプログラムが、独立、1945年の独立以降、50年代から、伝統を持ってやられているプログラムがあります。で、そのプログラムの、伝統に依拠しながら私たちが、推進しているものです。で、当初はですね、大学の科学的な知識を地域に持っていく。それがサービスで。で、そして、学生は地域から学びを得るっていう形だったんですけれども、それだけではなくて、やっていくとですね、学生は、地域地も、在来の知恵も学びますし、で、地域からたくさんのサービスをもらってくるという意味で、双方向のサービスラーニングになっています。そうですね。で、次お願いします。で、ここに大体の、人数を書いているんですけれども、2013年のから本格始動しまして、2016年までは大学の世界展開力のお金を使っての、交流になっています。で、毎年100名から120名ぐらいの学生が参加してですね、6大学から。で、そして日本でやる場合は、国内サービスラーニングというのが夏に3週間行います。で、これは四国の、6つから7つのですね、サイトに分かれて、各サイトに10名から15人ぐらいが参加する。で、そして寝食を共にしながら、地域の課題を学んで、そこで何ができるかっていうのを、お互いに学び合うというプログラムです。で、同じように、海外
AI サービスラーニングの場合はインドネシアの方に日本人が行きまして、同じように3週間のプログラムを行います。お願いします。で、まあ、これが先ほど出していました人数ですけれども、2016年に世界展開力終わりましたけれども、その後もあのニーズは高くてですね、続いています。はい。で、まあ、この、プログラムはですね、カリキュラムとしては愛媛大学の場合は、共通教育プログラムの発展科目というのがあるんですけれども、そこに位置づいています。で、各大学ですね、これも、はじめに世界展開力という形で質の保証をしなければならないという部分で、かなりのディスカッションがあったんですけれども、今は各大学がそれぞれの形で単位化をして、同じようなプログラムという形で進めています。で、すべてのプログラムを終了すると、炊事コンソーシアムから認定証を出すということです。で、日本人の場合はですね、日本の村に来るとですね、インドネシアの学生は、やはり過疎化高齢化に驚くわけです。もう愕然とする、村に人がいないっていうことに愕然とするわけですね。逆に日本の学生は、インドネシアに行くと、思っていたよりも経済成長がすごく進んでいるっていうことにまた愕然とする。そのギャップをお互いに知りながら、じゃあ持続可能な社会、あるいは持続可能な農産漁村っていうのは一体何なのかというのを一緒に学ぶというものです。次お願いします。で、私たちはですね、農産漁村に行きますと、課題を、に直面してですね、何かしなければならないと、こう、焦ってしまうんですけれども、そこで、私たちは、炊事サーバントリーダープログラムで、養いたい5つの力というふうに言っています。で、まみれる力、それから掘り下げる力、行動を起こす力、で、そして、共に作る力で経験に学び経験を伝える力という5つの力というのをにフォーカスを置いて、こういった形で、まあ、簡単な、なんていうんですかね、ルーブリックのようなものですけれども、これは基本的に学生が自己評価をしていきながら何を自分は身につけたのかということを知るための指標として使っています。はい。で、まあ、こういうプログラムを卒業した学生たちは、プログラムの特徴の一つに、海外志向の学生、海外に何か行きたい、海外で何か貢献したいという思いを持つ学生と、日本の地域を何とかしたいっていう思う学生の、国内志向の学生の、その二つの志向の学生が共に学び合えて、刺激を受け合えるというのが一つの特徴だと思っています。で、一人の学生はですね、はじめグローバルというと、とっても難しいことのように思っていたけれども、実際にやってみると、もしかしたらローカルとローカルをかけるとグローバルになるのかもしれないというふうに学生の言葉として上がってきました。私はこれは、炊事サービスラーニング、炊事のプログラムの特色をとても示すものだなというふうに思っています。ですので、プログラムが終わってもですね、地域に出かけていったり、地域の商品化を何か進めたいというような貢献をしたり、炊事のネットワークとして、学生たちの交流が続いています。で、これは、予算的な、厳しさの部分なんですけれども、初めの5年間はですね、大学の世界展開力の、補助金をいただいて進めてきましたけれども、その後はガタンとなくなるんですけれども、それぞれの大学が、このプログラムは継続したいという意思を持ちましたので、それぞれの大学で自主財源を持ち寄って、今も、続けています。はい。で、その中でインドネシアの方でもとても注目を浴びていて、コロナ禍が少し明けた時にもすぐに、インドネシア大使の方がいらっしゃって、インドネシアの、プログラム、カンプスムルデカというのが今動き始めていますけれども、それを、愛媛大学でもやりませんか、炊事で取り組みませんかというような、呼びかけをいただいています。で、コロナ禍にはですね、オンラインのプログラムを進めました。皆様の大学でもそうかと思いますけれども、ズームを使ったり、オンラインホワイトボードを使ったり、それからガイアタウン、バーベラと呼ばれるようなバーチャル空間を、試してみるといったようなことをインドネシアと、試しています。で、これを、次の炊事のプログラム、オンラインと、
リアルな体験を組み合わせるプログラムに展開していきたいというふうに考えています。はい、最後に私の方から、我々の、戦略的パートナーシップの、その組織的なところで言うと、やはりコンソーシアムというものが形成できた。だからそれが実は個人個人のですね、まず絆から始まっての組織的なコンソーシアムにっていうところ。あとは、各大学の、皆さんの、努力でですね、だから、ただここの部分はアカデミックカレンダーとかですね、実は若干の、単位に対する時間数の違いですとか、あるいはそのフィールドワークっていうものに関する文化の違い。フィールドワークは日本では、やっぱり、危機管理を含めて、教員が引率するもんだっていう中に、インドネシアの先生からしてみれば、なんでそんなことを引率をしなきゃいけないのか、いうところでの、文化の違いのところから来る、なかなか難しいところがありますね。今の現状ではですね、日本の学生が向こうに行くときは、日本の教員がもうずっと引率しています。で、ただ向こうから来るときは、向こうの教員は引率せずに、すべてこっちの教員が面倒見ます。で、ここがちょっとバランスが悪いというところはございます。で、で、その後ですね、今実は300名弱の学生が Facebook とかそういうチャットなんかで、まだ繋がっておりまして、実はね、結婚する学生も出てきたりとか、あるいは起業をして、あるいは就職をして、その中から再びですね、仕事上その後のライフスタイルの中でのネットワークっていうのが新たにいろんなバブルとしていろいろ、作られてきています。少しずつですね、持続可能な社会に、貢献する人材の育成っていうのが、この10年を経てですね、我々としても見えてきたところです。引き続きですね、この行く末を、で、新しい、また、今年から若干動かせそうです、再び。それを目指してですね、常に新しい次の学生を育みながら、すでに、育ってった学生たちのフォローアップもしながらですね、世界平和を目指してですね、引き続き頑張っていきたいなというふうに思っています。以上、愛媛大学からの発表でございました。ありがとうございました。はい、小林先生、島上先生、ありがとうございました。数字コンソーシアムのご紹介いただきました。グローカルなマインドセットというところは、今までのご発表ではなかったかなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、早稲田大学国際担当理事、玄間正彦先生より、戦略的パートナーシップと海外拠点についてということでご発表いただきます。玄間先生、どうぞよろしくお願いいたします。わかりました。I'd like to discuss...私の方からは戦略的パートナーシップと海外事務所ということで早稲田大学の例を引いてお話をさせていただきます。なぜ早稲田大学は戦略的パートナーシップを必要としているのか。今日ではもう500以上の大学全体の協定を持っております。それから学部同士の協定を含めますと900に近い、そのような交流があります。戦略的パートナーシップはやはり、国際パートナーとともに戦略的計画を立てて進めております。ビジョン150というのが将来に向けての我々の計画であります。2032年、これはもう10年後ということですけれども、早稲田大学は150周年を迎えることになります。ということで我々は目標を立てて教育研究そしてグローバルな関与を深めていこうとしています。このグローバルな目標を教育研究そして国際関与を進める上で戦略的パートナーをグローバル化して世界の中で見つけていこうということがあります。2つの例を挙げたいと思います。グローバルパートナーシップ、これはドイツのボン大学、それからブリュッセル自由大学、これはベルギーの大学ですが、この2つの事例を取り上げたいと思います。そして私の発表の中でちょっと目新しいことをですけれども、海外事務所の話をしたいと思います。我々はブリュッセルに、欧州事務所を置いております。これはブリュッセル自由大学の校内に置いております。
この海外事務所が我々のグローバル戦略にかなり貢献をしてくれております。この戦略的パートナーシップ作りについても、この点についてお話をさせていただきます。まず最初の例ですけれども、これはボン大学であります。これまでの経緯、歴史は候補であります。60年以上にもわたる交流を進めております。ボン大学との間では、で大学全体の戦略的パートナーシップ協定ですけれども、失礼、大学全体の協定については、もう1960年に締結した、もう60年以上の歴史があります。で80人のボン大学の学生が早稲田で学びましたし、早稲田から62人の学生がボン大学で学びました。それほど大人数ではありませんけれども、我々は継続的に教育交流を進めてきたということがあります。1990年から2016年ですが、ボン大学に早稲田欧州センターを置いておりました。そしてこのヨーロッパ事務所をブリュッセル自由大学に移しました。これが2つ目の例ということで、後ほどお話をしたいと思います。やはりボンというのはドイツの首都ではなくなって、ベルリンが変わって首都になったということもありますし、やはり欧州委員会という視点から見るならば、やはりブラッセルというのが欧州共同体の首都で、この60年以上あったという事実もあります。ということで、ヨーロッパのパートナー大学との関与や交流を進める上で、とりわけ研究分野においては、やはり欧州委員会の本部に近い方がいいと考えました。それで欧州事務所をほぼブリュッセルに移したわけです。2017、早稲田大学でボン大学デーというのがありました。で、早稲田のボン大学デーのあと2年後、ボン大学における早稲田デーというのがありました。2020年には、やはり60周年を祝おうと思っていたんですが、コロナ禍ということで、やはり直に会うことができませんでした。早稲田のボン大学デーを2020年開催することはできませんでした。2019年振り返ってみますと、非常に興味深いワークショップを開催いたしました。哲学、それから韓国との歴史問題もトピックとしました。学者がいろいろな議論を行いました。韓国の例を挙げて歴史問題を話し合いました。でヨーロッパ社会も高齢化に直面しているということで、やはり高齢化社会の高度の研究ということで議論をいたしました。それからロボット、それから AI もトピックとして取り上げました。これは2日間にわたる会議となって非常に成功しました。もう一つですが、我々は核となる人を通じて2つの大学をより結びつけようと考えました。これは赤田浩一郎教授、早稲田大学におけるボン大使として任命されました。ボン大学から学位も取っている方ということで、ボン大学との交流のための大使となってくれることになりました。もう一つ重要な賞というのがありまして、ユーゲン・イルス・シーボルト賞を赤田先生が受けられました。ドイツと日本をさらに結びついたわけです。これは2019年ドイツ研究振興協会から出されたものであります。ですから常に学者そして学生同士を2つの大学間で結びつける中核的な人として活躍していただいております。それからボン大学は
非常に重要なパートナーシップをセントアンドリュース大学、これはスコットランドの大学、それからアメリカのジョージア州のエモリー大学、それからイスラエルのヘブライ大学とも戦略的パートナーシップを持っているということで、早稲田とボン大学の連携の中でこの5つといいましょうか、4つの重要なボン大学のパートナー大学とともに、やはりよりグローバルな連携を考えようとなりました。研究や教育、リーダーシップ、イノベーション、今後これがどう発展していくのか見守っていきたいと思います。今スタートしたばっかりということになりますので、でボン大学からやや遅れて、このブリュッセル自由大学と大学全体への協定を結びました。これは当方の重要なパートナー派の一つということで、2016年このブリュッセル事務所を自由大学の方に置いたということがあります。ヨーロッパにおける早稲田大学の知名度を上げよう、そして公的な会議、公開の会議をもっていろいろな研究も進めていこうということがあります。で、欧州委員会等方のから情報を得て、何か共同で研究が進められないかということも探っております。それから大学院レベルでのいろんなプログラムがあります。例えばダブルディグリープログラム、それからコチュテルプログラムも持っております。これは両大学の間での博士課程の学生が研究を行うということを行っています。それからボン大学と同じような、やはりいろいろなお祝い事も行っております。それからムーンショットというプログラムがあるんですけれども、これは竹山春子先生が率いているプログラムでありますが、ムーンショットプロジェクト5年間で内閣府から主食など農業の分野で土壌の改良をどう行うのか、でより持続可能な土壌法作りのために何が必要なのか、やはり食料の安定的な供給に結びつけていこうということで、今進行中のプロジェクトで10億円派を5年間で配分されるということが決定されました。まあ、コロナ禍ということで実際のところヨーロッパ側のパートナーとの連携は進んでおりませんが、今年はワークショップを開催したいと考えています。そしてヨーロッパ側のパートナーとの連携をムーンショットプロジェクトを通じて深めようと思っています。これが結論であります。戦略的なパートナーシップによって、重要なパートナー派との関係を深めることができる、そして新たな機会を探ることができます。そして海外事務所についてはそのメリットとコストを考慮して考えなければなりません。まあ、ヨーロッパとの間ではこのムーンショットという大型プロジェクトが獲得できたということで、これは大きなメリットがあります。ただ海外事務所を持つというのは早稲田大学にもコストがかかることですから、やはりこの評価見直しを常に行っていく必要があります。ヨーロッパにおける活動についても。私の方からは以上です。ご清聴感謝します。はい、ケイマ先生ありがとうございました。戦略的パートナーシップと海外拠点の関係ご紹介いただきました。大阪大学さんの発表にも少し拠点との関係ございました。はい、このあたり当初の我々の構想にはなかったんですが、掘り下げてみると面白いかもしれないというふうに思いました。インプットありがとうございます。ありがとうございました。それでは次で最後の事例発表となります。創価大学ワールドラゲンジセンターポール・ホーネス先生より英語教育の戦略的パートナーシップフィリピンでの事例ということでご発表いただきます。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 thank you. どうもありがとうございます。今回ご招待いただいて感謝申し上げます。まず主催者の方々、他のパネリストの方々にお礼を申し上げたいと思います。素晴らしいアイデアの発表があったかと思います。
本当にいい情報もいただけてありがたいと思っております。今回のプレゼンテーションもご参考になれば幸いでございます。共有の知識につながることができればありがたいと思っております。さて私の方から特にフィリピンについてお話をしたいと思っております。僕のプレゼンテーションで得た教訓、これは今回お話をします話ともちょっと重なっていると思うんです。要するに今回いろんな組織の枠組みが整備されていると思うんです。将来に向けてビジョンにしっかりのっとった構造があるということ、これはいいスタート地点だと思います。そうすることで逆に今度はそれに向けた行動を行うということですね。目標を実現するための行動をいかに設定するかということだと思います。では創価大学の話をいたします。創価大学のビジョンを掲げております。他の大学のビジョンと似通っているかと思います。当然のことながら私も大学の創立者であります。池田大作先生が示したビジョンがあるわけで、学生に対して非常に温かな言葉を寄せておられます。要するに成長してほしいと、そしてチャレンジに応えてほしいという思いが寄せられているのです。非常な多様なアイデアに直面するわけで、それはチャレンジでもあるのです。そこでそのような課題を克服する上で何が必要なのか、やはりさまざまな問題に応えるためには4つの要素が必要なのということですね。それが何かというと、まず基本的な知識が必要であるということです。知識がなければ何も始まらないということなのです。そして非常に多種多様な教育知識が必要だということもあるわけです。また実務的な感覚も必要です。しかしこれなかなか大変なことなんです。で、学生としても創造性、柔軟性が求められております。しかし独自性も重要であるということです。で、ここに示した4つのアイデア項目というものは、ぜひ学生たちに備えてほしいと考えている4つの要素です。で、他のスピーカーと同様にいろんなプログラムが展開されているんです。私の大学でもぜひこれを成功に終えたいと思っております。これを全部説明することはできませんので、後ほどご覧いただければと思っております。ご質問があれば喜んでお答えしたいと思っております。いつでもコンタクトを取ってください。ただ左側をご覧ください。グローバルコア、グローバル学習、グローバルモビリティ、グローバル管理という運営ということが示されております。これらの柱があって今後前進ができるわけです。このグランドデザインを進めるで必要な4つの要素ということでご紹介しております。さて私はワールドランゲージセンターに勤めているんです。で、ここでいろんなプログラムを展開しております。ここでも目的が何かといえば、やはり学生たちに対して海外を目指すように働きかけているんです。そして目標を達成してほしいと考えているんです。今回海外留学の話だけいたしますね。今回は他の方々のプレゼンテーションを伺っていろんなプログラムがあるんだなと実感いたしました。でも目指すことは同じですよね。同じことを目指しているんだと思います。それは本当に喜ばしいことだと思っております。今回本当にいいアイデアをいただきました。これも詳細についてぜひご自分でご覧ください。私の方からも喜んで情報の処理提供したいと思っております。さて今回はイースト大学とのプログラムについてご紹介したいと思います。他のプレゼンテーションにも出てきたポイントとも重なるかと思います。やはり学長、大学のリーダーたちが一緒になっているということ、これは本当に重要だと思うんですね。これぜひ強調したいと思います。学長はただ単に自分たちでオフィスにこもっているわけではないんです。こうやってちゃんと公の場に出てきているんです。このプログラムにかかっている方々がそういった学長の姿を見ることが大変重要だと思うんです。スタッフの方々、職員の方々、教員の方々、学生、みんなやはりこのプログラムにつながっているんだという実感が必要なんです。そのためにこうやって多分式典も重要だと思います。で、学長たちがお互いのキャンパスを相互訪問しているのです。これも大変重要な形、重要なあれだと思っております。これが波及効果をもたらすわけです。最初のスピーカーだったショツレネガ先生もおっしゃいましたね。要するにキャンパスを訪問されると、こうやって姿を示すということは本当に重要なんです。みんなが実感できるわけですね。あ、つながっているんだということが実感できるわけです。こうやって合意ができるということ、そういった波及効果があるのです。ここでは2枚の写真を示ししております。創価大学の学長がイースト大学を訪問していると、それでイースト大学の学長が創価大学を総合訪問した時の写真をご覧いただいております。他にも写真があります。学長レベルでありません。他の方々の写真です。あらゆるレベルで関与が行われているんです。これが大変重要なことで強調したいと思います。
ですからアドミニストレーターの方々がお互いに話し合うということ、また職員がお互いに教員同士で話をする、学生同士が学生と語るということ、こういった関係が時間の経過とともに安定をもたらすのです。そしてこのプログラムの持続性につながると思います。大変重要だと思うんですね。ぜひこれを継続したいと考えております。さてプログラム間の相乗効果シナジーについても少しお話をしたいと思っております。特に創価大学について3つの形のお話をいたします。まず教員交流、そして教育実習、そして海外留学と3つの要素があるんです。他にもシンポジウムなど展開しているんですが、時間がないのであまりの情報過多となってしまいますので、これ以上のお話はできません。でベストプラクティスの話を今日したいと考えております。まず職員の交流です。教員同士の交流です。大学の教員というものは創価大学に来ていただくと、で創価大学の教員が今度はイースト大学に行くわけで相互訪問するんです。いろんなワークショップトレーニングをお互いに行います。これ大変重要なんですね。というのは違ったその教員の教授のコンテキストを理解する上で重要です。教員がいろんな学生にさらされるということで、例えばその海外留学のプログラムをやったことがあるんですけれども、いろんな教員の方々がもう少し有力分かることができると、理解を含めることができるんです。そしてそれぞれの学生にもっと合った形の教授方法が身につくということですね。もう一つの要素があります。創価大学で行われる教員の交流、彼らは海外留学プログラムに参加するんです。ですから一つの側面だけではありません。個別にただ単に単独で個別のやってるだけではありません。いろんな要素の交流があるんです。でこの情報の共有がされるということで、海外留学プログラムでも大きな効果があるのです。もう一つ、実際に実習教育実習をやっております。これ MAT するプログラムでやっている、テストプログラムでやっていることなんです。学生たちは例えば実際にイースト大学に行くと、そして実際にそこでその実習を行うわけです。2ヶ月くらい行うことができます。これも大変重要な側面であると思っております。と言いますのは、私どもの学生たちが日本で教えた経験があると、今度は教育実習を他の国で行うことができるんです。しかも文脈が違うわけですね、海外ですから。これ大変、実際に彼らのその教授にその教授方法に対する見方も変わるんです。グローバル化、国際化、そして多様性ということで重要です。違ったバックグラウンドを持つ学生がいる場合は違った期待値もあるわけで、違った期待値に応えていかなければならないのです。したがってこれをやることで教員の方々も経験を得ることができる。それと同時に教育実習のアドバイザーをする方々がお互いに会話することができる、交流できるわけです。したがって教育の状況がいかに違っているかということを学ぶことができる。で学生たちがどうやったらより、恩恵を受けることができるか、大学をより恩恵を受けることができるかということも議論することができます。で最後に取り上げたい点があります。もう少しと詳細に触れたいと思う側面です。海外留学プログラムそのものです。非常に短期間の留学プログラムです。ただぜひ強調したいんです。なぜならば日本の場合、大半の海外留学の参加者の方々は短期間のプログラムにかかっていることが多いんですね。で短期間と申し上げましたが、例えば5週間未満の計画プログラムが非常に多いということを申し上げたいと思います。で学生たちの共通項はどうでしょうか。500人いる学生の共通性は何でしょうか。大半、まあ、半分とは言わないけれども半分近くの方々は1年生です。大体女性です。で大抵初めて海外に行く、そういった学生が参加することが多いんです。こういったことをコンセプトを念頭に置いていただければ、それよりよく準備することができるでしょう。そしてこういった学生たちに合うような他国におけるプログラムを考えることができるかと思います。このプロフィールあくまで一つの要素ということで、一つの海外留学プログラムの一助となる要素だと思います。ではなぜ彼らは海外に留学したいんでしょうか。まずホスト国に行きたい、フィリピンでなくてもいいんですけれども海外に行きたいと、今回フィリピンに行きたいという学生が多かった、英語を学びたい、そういったとにかく海外の経験をぜひしたいという思いが強い、そういった特徴がありました。お話をしましたけれども、創価大学にいろんなプログラムがあります。いろんな要素があるんです。じゃあなぜあえてこの海外留学プログラムを選んだんでしょうか。まずコストということ、これが大きなポイントです。これもお話をしなければなりません。まずコストですけれども、これはこのイースト大学との関係を反映したものとなっております。だいたい10万円ぐらいでしょうか。学生が参加するのだいたい10万円ぐらいかかるんです。ただこの価格は多分
イースト大学との関係がなければこのコストにはならなかったと思うんですね。やっぱり信頼があったわけです。これ取引ではないです、信頼だったんです。で、学長がああやって会う、で教員同士も交流がある、その関係がどんどん発展していったわけです。そうなりますとコストというものは下がっていくんですね。ないしは何らかの手立てがあるんです。学生たちのためにもっと余裕を与えることができるんです。もう一つは期間の問題です。これもよく言われたことなんですけれども、日本の場合、海外留学の場合、だいたい短期間のものを好む傾向があります。その中で利便性があると、その学期間、その学期の間にやりたいんだということですね。それと日本の学期、その学期の問題、これがかなり大きなポイントとなります。随分長い間議論のテーマとなっております。これも考慮しなければならないかと思います。さて、その言葉の問題、学生と話をするとこういったことがクローズアップされます。前提としては、まず海外に留学する場合、言葉が突然流暢になるという期待をしがちなんですけど、決してそうならないわけですよね。やっぱりちゃんと誰かと話をする必要があるんです。で、バディシステムということ、これが大変重要だと思いました。このバディシステムということが良かった。バディシステムがないと、やっぱりそれ作り上げてほしいと思います。作り上げてほしいと思います。この場合、バディシステムは、例えば創価大学の生徒がイースト大学の学生とマッチングされるわけです。同じ年代の学生と仲間になってもらうと。言うならば、教室の中でも教室の外でも生活を共有してもらうんです。このバディを通して。そうすることで社会のあらゆる側面で交流するチャンスとなります。ですが、言葉だけの問題ではありません。もちろん言葉があればプラスとなるんですが、こういったバディシステムがあると言葉の発展にも、言葉の能力の発展にもつながると。あと、その先生の問題です。実際に教員が交流することで話をすることができると、創価大学のシステムのメンバーである先生と話をすることができる。もっと教えてくださいと、実際にフォローアップどうしたらいいんでしょうか、そういった話ももう少し教えてもらえるようになるわけです。この話も少ししたいと思っております。もう一つ、フィリピンのそのアドミニストレーターとの話です。彼は大変喜んでおりました。ただ単にそのスタンド、その標準テストだけ標準テストだけではないと、英語だけの問題ではないということを喜んでおりました。それ、ここで示唆されているのは、学生たちがフィリピンに行くのはあくまでも言葉以外のことを学びたいから行くんだということですね。フィリピンについて学びたいんだ、フィリピン人について知りたいんだという思いがあったんだと思います。学生たちは例えばインドネシアも行きたいということもあったと思います。さっきの愛媛大学のプログラムそうですよね。インドネシアについてもっと知りたいからインドネシアに行ったんですよね。愛媛大学の生徒たちも要するに同等な関係、そしてオープンな関係であるということです。学長も、学長同士待っている、職員同士待っている、教員同士待っている、要するにオープンな関係であるということが示唆されております。そうすればより効果的に協力ができる、そういった環境があるわけです。最後のポイントですけれども、短期間のプログラムのための調査アンケートも行いました。これがあると、やはりその出発前、そして帰国前の準備もできるわけですね。これについては少しお話をしたいと思っております。私どものプログラムについての見解です。すでにお話がありましたけれども、良いコミュニケーションがあるレベルで必要です。これ本当に重要なんです。しっかりとしたコミュニケーションが必要であるということです。またコストの問題、これも大変重要ですね。学生たちも高いのを困ると言ってるわけですので、したがってしっかりとした関係があればコストの話をする余裕もできるということです。より現実的に議論ができるようになります。また調査することで出発前、そして帰国前の準備もできるようになできます。このプログラムに対する期待値もよりちゃんと整理できます。そして効果的にプログラム活用してもらう、そして将来いかにこのプログラムを活用してもらうかということ、これもポイントです。バディシステムも非常にいいアイデアであると思っております。すべての大学ぜひ検討していただければありがたいと思います。そうすれば学生たちもクラス、その教室以外との環境でも交流ができます。海外留学はやっぱり文化の話なんです。そして他の社会に関わる、それがポイントであると思うんですね。留学の多くの学生たちは日本について学んでいただける、実際に日本以外、教室以外 のところに行くことで学ぶことができるわけです。さて課題ですけど、10日間のプログラムでかなり集中的に行われます。リラックスする時間はありません。かなり厳しく制定されたものです。もちろんこうしっかりした構造があるということはプラスであるわけで、
抑制されているわけですが、でも逆に欠点にもなりかねます。学生たちは結局それに従ってしまうと、だから流れてしまうと、バディシステムがあるともう少し柔軟性ができますよね。そして最後のポイントですけれども、海外に行く学生たちはホームシークになるんですね。短期的そして自国の料理も懐かしいとなってしまうんです。ですからやっぱり出国前の準備が必要ですね。これがその海外留学プログラムの中でも重要なポイントであると思ったんです。ホームシークになると結局1日教室に行かなくなる。そうなりますとそのフォローアップしなければなりません。特にクレジットがかかる場合重要だと思っております。で、最後のポイントですけども、海外留学の経験をその今後の生活につなげるということ、このつながりがもっと重要でありますね。海外に行って戻ってそれで終わりではなく、もっともっとその大学の生活とつなげる必要があると思います。要するに留学の後の人生にいかにつなげるか、それがポイントだと思っております。今のところプログラムに対するマイナスのコメントありません。ちょっと心配です。逆に否定的なコメントがなかったというのはちょっと心配なんですね。悪いフィードバックなかったと言いたいんですが、絶対悪いではあるはずなんです。したがって完璧だというフィードバックちょっと心配です。プログラム完璧じゃないけど、まあまあ頑張っていると思うんです。今のところ満足しております。将来の学生たちもぜひ喜んでほしいと、ぜひ自信を持ってマイナスの点もしっかり言ってほしいと思います。改善のポイントからレポートしてほしい、そう思っております。皆様いろいろアイデア共有していただいて感謝いたします。今回の私のプレゼンテーションが参考になれば幸いでございます。では以上です。ありがとうございました。小西先生ありがとうございました。プログラムを支える体制として、トレーニングプログラムを含め、大学総合でのさまざまなレベルで複層的な連携されているということでご紹介いただきました。ありがとうございます。それではここで事例発表についてのご質問紹介いたします。 Q&A の方に入れていただいているものを私の方から先生ですがご紹介させていただきます。まずですが、大阪大学さんへのご質問です。よろしいでしょうか。東京大学では2014年2020年 10年の3フェーズですとか、あとは京都大学さんは3年おきの見直しというふうにされておられます。大阪大学さんでもロードマップを策定されてますけれども、どのぐらいの期間、各フェーズをどのぐらいの期間で検討されているのかというのを、もしご紹介いただけるようであればお願いできますでしょうか。ありがとうございます。お答えいたしたいと思います。パートナーシップの合意ができた時点からということになりますけれども、例えば一例で申し上げますと、2019年にパートナーシップ合意が図られたものがございますけれども、その場合ですと最初の、パートナーシップの協議、そしてそれからどのような連携を図るかといった、マッチングですとか、そのようなフェーズにおよそ2年ぐらいを想定しておりまして、その後の活動の期間は大体そうですね、3年程度。そして第3フェーズなんですが、実は大阪の万博がございますので、我々のパートナーに対しては、まずはこの万博に向けて特別が行ってきた活動の成果をそちらで世界の方々と共有しようということを呼びかけておりますので、第3フェーズは2025年以降というふうに設定をしております。ありがとうございます。続きまして、東京大学の質問ということで来ております。ですね、多様な企画があると思いますが、それらを支える組織体制がどのようになっているかというご質問です。例えば研究所教育双方で専門のスタッフを活用しているのかですとか、あとは事務がやっているのかどうかというところ、あとは人数などの規模感など差し支える内範で教えてくださいということなんですけど、これは渡辺先生いかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。東京大学の場合はちょっと特別かもしれないんですけれども、実はチームごとにですね、チームごとってすみません、戦略的パートナーの相手校ごとに取りまとめをいただく部局を決めております。また取りまとめをしていただく教員をアサインしております。それで、実はそれぞれの相手校の活動
やってことの活動に対して予算を配分するんですけども、その中ではその取りまとめのために使っていただく予算というのもつけるようにしています。でそれによってですね、それぞれのチームというかそれぞれの相手校の取りまとめの部局の方で事務職員をこの仕事をするために雇う、あるいはある程度のエフォートを割いてもらうというのにそういう取りまとめの経費を使っていただくというケースは結構多いです。ですのでその各チームの各相手校ごとのイベントにつきましてはですね、そちらの取りまとめの教員とそちらのそれをサポートする職員と、そこでやっていただく部分が結構多いですね。で戦略的パートナーシップ活動全体は本部の方で、国際戦略課というところで数名の職員がサポートをしているというそういう状況でございます。以上です。ありがとうございます。今日登壇いただいている先生方今パネルで出ていただいているんですけれども、例えば先生方どうして何かご質問などあれば挙手もしくは話していただければと思いますけれども、いかがでございましょうか。特に大丈夫ですか。そうしましたらちょっともう一問だけ受けておりますので、これ最後のご質問でご紹介させていただけましたらと思います。これ恐縮なんですけど、また大阪大学さん宛てのご質問、今早稲田大学さん宛てのご質問が入ったので、ちょっとすいません、大学をいろんな大学のお話聞きたいので、じゃあ早稲田大学さん最後のご質問でということでお願いできればと思います。早稲田大学さんの、2拠点の推進にあたっては、発表して先生方、例えば竹山先生ですとか、あがた先生というキーパーソンになる先生の存在が大きいというふうに感じました。今後も、パートナーシップを強化推進するにあたり、その教員間が築いてこられた関係をどのようにこう持続的に保っていかれるかというのは、何か施策がありますでしょうかという質問でございます。ゲーマ先生、もしよろしければお願いできますでしょうか。わかりました。教員は、共同研究者をそのパートナー の大学に見つけ、いろいろな形での継続した研究活動を行うってことが可能になるのかなと思います。で、分野が多岐にわたっていますので、理工系からその人社系までわたっており、人社系においては非常に長いスパンでいろんな研究を行うようなこともあるかと思いますし、あとは個人のグループの活動というよりは個人個人の活動のところでこういろいろとな話し合いをしながら、その分野の理解を深めていくっていうふうな活動になると思います。で、大学ではそういうふうな、いわゆるモビリティの部分に関しては、できるだけその、アウトプットを出しているプロジェクトに対しては支援を継続して行う、というふうな形、なりで支援してますし、またその先生方も学生の引率でパートナーの大学に行くっていうふうなことも可能でしょうし、多層的に活動できるようなお金の使い方はしておりますので、それで人の関係がこう継続して築かれてきているんではないのかなと思います。当然学会の活動を通じて、いろんな専門分野でのつながりっていうのはあるので、必ずしもその戦略的パートナーの中からパートナー見つけないといけないってことは全くないので、いろんな使い方で研究が発展するような形で大学としては支援をしています。以上です。ありがとうございました。たくさんご質問頂戴したんですが、全て取り上げられて大変申し訳ございません。お答えいただいた先生方、大変ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、結びの挨拶として京都大学副学長国際戦略本部長の河野康之先生から閉会のご挨拶を頂戴いたしたいと思います。河野先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご指名ですので閉会にあたり一言ご挨拶申し上げます。本日は、文科学省の岸本理恵様、それから中日大学のクリスチャン・シュワルツネガー副学長、貴重なご講演いただきましてどうもありがとうございます。大変インフォーマティブで、刺激的だったと思います。それから各大学の先生方もそれぞれの、ご活動をご紹介いただきました。横並びで見てみると、やっぱりそれぞれの大学が、特色のある活動を展開されているということがよくわかりました。で、でもこの多様性こそが、大切だと思います。で、一方でこの2年間は、どこもだと思うんですけど、いろいろ苦労のある、2年間だったと思います。でも、その中で、オンラインと活用してですね、戦略的パートナーシップで築いた財産を使ってオンラインを活用して、
継続して国際的な活動を継続して来られたことに改めて敬意を表したいと思います。でやっぱりこういう機会はお互いに学び合うというのは非常に大切なことで、その意味でもですね、本日の会を主催していただきました東京大学には改めてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。最後にちょっとだけ私自身が今日感じたことを喋らせてください。日本の大学はまあ国際化が進んで遅れているということを言われてますけれど、やっぱりこうやって見てみるとですね、それなりに皆さんが文科省も各大学もやってるというのは間違いないと思います。ただですね、一方でですね、私自身は東南アジア研究が専門でして、私が所属する研究所には東南アジアからのポスドクがたくさんいるんですけれど、そういう人たちのキャリアを見てると、母国で学部を卒業して、例えばヨーロッパに行って修士を取って、次シンガポールで博士を取って、日本に来てポスドクして、次の就職先はアメリカ行くかな、中国行くからか、と言って考えてる若者がたくさんいるんです。で、そういう人たちが、これからの、もしかしたら、僕らの分野の研究を担っていくんです。そういう意味では、まだやっぱり日本の、若者が、のキャリアっていうのは、ある意味シンプルです。で、そういうシンプルなキャリアを辿ってきた人たちと、その非常に多様なキャリアを辿ってきた人たちが、あるところで勝負になった時には、なかなかシンプルな方は勝ちがないとも一方で思います。で、そういう意味では、もう大学、日本の大学もですね、結局自分のところで育てた学生を、博士号を取らせて送り出すというようなことを考えているようでは、全くダメかもしれません。で、そういう意味では、そうだ、もっと新しい形の大学を日本は考えていくべきかもしれません。で、そんな中で、例えば、シュワルツネツェガー先生がおっしゃってた、なんていうんですかね、ヨーロッパで大学連合ができて、学生が自由に学ぶとこを選べる、そういうふうな大学も一つの形かもしれません。それから、愛媛大学がおっしゃってた水事みたいなんで、あれはまあ、短期のプログラムだけの話ですけど、日本とインドネシアの間を学生たちが自由に動き回って、それでこう学んでいくみたいな制度ができたら、新しい形の大学、それが新しい形の大学になるかもしれません。でもやっぱり大学は、もしかしたら今までの10年後、20年後を見据えならば、新しい形を構想するべき段階に進むかもしれないと思いますし、そういう意味でもこのストラテジックパートナーシップっていうのは、そういう構想の第一歩になるようなスキームになっていくかもしれないなと思って、今日は聞かせていただきました。ちょっと長くなりましたが、今日はどうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。河野先生ありがとうございました。それでは本日ご講演いただきましたゲストより事例発表者の皆様、本当にありがとうございました。司会の不適話で終了時間が超過いたしましたことをお詫び申し上げます。以上をもちまして、戦略的パートナーシップシンポジウムを終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ウェビナー退出時にアンケート回答用の URL が表示されますので、恐れ入りますがアンケートにご回答のご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。本日の皆様お忙しい中、本シンポジウムをご視聴いただきまして誠にありがとうございました。これにて閉会させていただきます。ありがとうございました。